今日のゲストはヨネちゃんです。よろしくお願いします。ちょっと何この T シャツ、はい、桜さん T シャツ、ガトーモブ T シャツです。これ何年前に作ったかな、後楽園、いや第2弾かだったと思うんだけど、うん、ここにミズピョンがいるの。ミズピョン、先っぽ、鋼さん、ヨネちゃんどこだろう。あ、いたいた、ここにいます。ヨネちゃんと、はい。Hello everyone, this is Aki. I will be in the background translating this talk. 今日ヨネちゃんと、はい、これさくらさんにいただきました。このね、まずねお揃いの話したいんだけど、出てくる時に今日で、あ、なんかヨネちゃんと今日会うから、あのズボン履いていこうかなと思ったの。でも明日試合でも会うから、はいはいはい、明日このジャージテンション上げるために履いてこようかなと思って迷って、うーん、やっぱりこのジャージで今日行こうと思ったら、まさかのヨネちゃんが同じだったの、はい、それもこれさくらさんからもらったから今日履いていこう、あ、でも明日試合だから明日お揃いにしようかなって一回脱いで別のを履いて、いやでもなんか今日さくらさん履いてくるような気もするしって履き直しました。いや合わせてるよね絶対話。いや、いや本当です、本当です。いやこれ言うとさ、めっちゃ仲いいみたいな感じになって嬉しいよね。ありがとうございます。コメントもちょっと見ていこうかな。ハローエブリワン、あ、さゆりさんだ、ハローハロー、たけきゅうさんもいる、コーレイ、Alright, hey dog. Hansa Wakame-chan, Yone-chan. They were right now kind of arguing about the fact that should they wear their matching pants today or tomorrow. So, that was all right. Aki が翻訳を入れてくれるので、すごい。のびのびとお話をしたいなと。すごいですね。同時通訳もあって、なんかライトもすごいです。嬉しい。赤木明さん、ありがとうございます。そう、私はさっきお化粧した時にさ、もう無慈悲なインド人がバーンってライトを消してさ、あ、ドックもありがとう、このスーパーチャットを入れてくれてるんです。あ、はい、すごい。ヨネちゃん、そのあさって、はい、あさってなんだけど、はい、YMG の大会が、そうなんです、大会を中止にして初めてあの YouTube ライブ配信やってみようと思って、だからすごいあの勉強になります。 Hey Alex、 さくらさん in YMG、 Yes Same、仲が良さそうな雰囲気を醸し出しております。良さそうな、秋、あの、はい、YMG が YouTube で見れるよ、あのアドレス、はいはい、YMG のアドレス、あ、そうですね、うん、あの Twitter とかには載せてるんですけど、ネギさんこんばんは。 Hey everyone、YMG who was supposed to do a show on 6th が喋ってる時に読んで、6th of like December of course is going to be live on their YouTube channel and you can watch it right there. We are going toLet you know about the show tomorrow as well, but they have officially announced that they want to do a YouTube live for the show. そうです。ヨネちゃん、どっから話そうか。はい。Where should they talk about? That's what they are like, because they have such a deep and like quite a history. They are thinking about where should they start with. How about when you guys tag first?キイコさんこんばんは。こんばんは。今日はヨネちゃんとそのリセットのについて話をしていきたいんだけども、どこからリセットをそもそもいつ組んだのかっていうのもあるよね、はい、リセットはタイに行ってからですか。チーム名が我々なかったんだっけ。はい、昔はヨネザクラって言って、うんうんうん、JWP で組んでタッグチャンピオンとかになってたんですよ。ヨネザクラの時にもうタッグチャンピオンになってたってこと。あ、なってました、そうでした、なってました。え、めっちゃ強かったじゃん。はいはい、そうでした。ヨネザクラなんで組んだんだろう。なんとなくですか、うん、思い出せないです。そっか、あの、アキお願い。 Yes, as you know, they're talking about likeThe first time they tagged, they really didn't have like a tag man name. Their name was basically the combined Yone Sakura, basically means like their name together. But they became a tag team champion in JWP. Yes. Yes, in JWP, they became tag champions together. Even before they had their name reset. カミキリマッチとかあったじゃん、いろいろ。ありました。いや、ありました。それが2010年、9年か10年だった気がするんだけど。なんかヨネちゃんのヨネ山革命っていうのは何だったっけ。ヨネ山革命っていうのは CQJP さん、あの JWP の無差別級のチャンピオンになって、うん、もう所属の選手とは防衛戦をしないで、うん、よその選手とやっていく、それも新しかったよねっていう時ですかね、うんうんうん、でその時に私がヨネちゃんに
タイトルマッチで挑んだ。髪切りマッチ、なんでやったの？そうです。あ、自分が… Now they are trying to remember why they had a hair versus hair match against each other. So, and they are really having a hard time remembering why. Which is incredible, by the way, in itself. They have done so much together that they cannot remember why they had a hair versus hair match, which probably most people will never forget if they had one.あまりなかなか忘れないことですよね。どうして髪切り待ちやったって。いや、あったの、理由が。They had a reason. で、なんか米山革命っていうのがすごく私はいいなと思ってて、その米山革命をなんか米ちゃん一人でシングルでやってたんだけど、何かそれを実現させるっていうのはどういうことなのかなっていうのをすごい考えてた気がする。その団体、 JWP の団体の中でヨネちゃんがチャンピオンにはなったけど、まだ先輩選手がいる中で新しいことをやろうとしていることがすごく面白くって、あ、その団体が違ったけどヨネちゃんがやろうとしていることの未来を見てみたいと思って、米山革命を頑張れと思ってたような気がする。 So actually Yonema Kaori one time had something called Yonema Kakume, which basically means he was gonna, when she became the champion of JWP, she said, I will not have title matches with the company wrestlers, I would have instead、mm.Outside wrestlers, I would only have like title matches with them. And I wish I was like remembers that, as even though she was not the senior, not like one of the seniors in the company, she was still trying to do something new. And Ami Sakura really loved that fact. 10 years ago. Ah, で秋ぐらいだから、そうか。ちょうど10年前にタイトルマッチやったんですね。タイトルマッチの髪切りマッチ。10年前ではいくつぐらいだったんですか？10年前だから。じゃあ29ぐらいですか、28、9。 She was like 28, around 28 when she had the hair versus hair match against Ami Sakura in a title match. で、なんかその時に本当に米山革命をなんか結構先輩方をぶった切ってどん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 、あの時迷いがないっていうか、あ、覚えてる？あ、なんかもうでも必死でやるしかないっていう感じではあったんですけど。 Yes, very strong in herConviction when she was trying to do that, Yonema Kaori. あの時にタッグのチャンピオンになってたかもしれないけど、JWP さんからの信用をあまり得られてなくて、自分がシングルに挑戦したり何かでメインイベントをやるっていうことがなくて、で、ヨネちゃんとのタイトルマッチに私が挑戦するって言ったのかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、はい、その時に絶対話題になるような、全部を吹き飛ばすようなことをやりたいと思って言い出した気がする。ヨネちゃんが言い出した。いえ、さくらさんです。自分は髪切り待ちやりたくなかったです。いやだやだっていう感じで。マスコーさん、こんばんは。 Why did they have a hair versus hair match? Ami Sakura said when, like, when Yonema Kaori was doing that thing of like wrestling outside, which was such an unconventional thing to do, Ami Sakura really wanted to support it. And like, even though they had become tag team champions, they didn't really have that like a main eventthing. So they wanted to do something which just, which will blow away every kind of main event ever and have the biggest kind of main event they can possibly have. So, やりたい人なんていないよね。 Ami Sakura said, let's have a hair versus hair match. And Yonema Kaori didn't want to do that. なんで私も提案したのか、本当に。でもその時に新しいものが始まる予感みたいな、ヨネちゃんと共に。あと、Ami Sakura was really excited about starting something new with Yonema Kaori. 本当にそれだけだった。かもしれない。面白いな。 It might have been just that. 米山革命を本当の革命にしたいみたいな。もし米ちゃんが自分で火を消すようなことがあったら、私火つけに行くみたいな、最後までやりきれよみたいな気持ちがあったような気がするな。10年前か。 Like, Amisaga starts, like, remembers, maybe she felt like she really wanted to make that revolution. 革命 means revolution, by the way. 米山 revolution. She wanted to make a, really make a revolution out of it. She really thought like what 米山 Kaori was doing might have a big changeIncoming in what will unfold from now on in wrestling, and she said, even if we couldn't do it, let's have no regrets in what we're gonna do, and that's how she felt very strongly. So they decided to do a hair versus hair match. それで、私負けて、and Ami Sakura lost, of course. でもそこの時にちょっとヨネちゃんと、あ、書いてある。防衛戦なのに注目されてない、だから新宿フェイスを前にするために髪切りマッチをするという流れ。あ、本当に集客のためなんだ、すごいね。集客、髪切りマッチ。いやでも辛かったです。試合までも辛かったんですけど、うん、あの
なんでこんな髪切りマッチやんなきゃいけないんだろう、お客さん前にするためは分かるけど、うん、でもなんかやっぱり自分には前にする力はなくて、そのさくらさんの提案を飲むしかない自分にも腹立たしかったんですけど、で結局試合して、試合には自分勝ったんですけど、でも全てさくらさんに負けてるなって思ったし。 Yes, that was 10 years ago. And like, right now, Yonemasan remembers like, of course their title match didn't have attention and they were doing that to like really pump it up, and which was likeYonema couldn't really bring herself to like really be that strong and to have like a hair versus hair match. Like she did win it, but still, like she just couldn't, like just to have audience, they would have to go that far, which was something that like she just couldn't really come to terms with it. Yone-chan がタイトルマッチやろうって言ってくれて、だったら髪切りでって言ったんだ。いやでもリングの上で最後さくらさんの髪をこうバリカンで剃る瞬間はリング上で今までで一番辛かったと思います。その後10年経ってるけど今までで一番、そうですね、リングが降りたらとかじゃなくてもうリングの上で辛かった、もう一番心が痛かったです。 She says、when she cut Ami Sakura's hair, the moment she put like the machine on Ami Sakura's head, Renema probably remembers that is the most painful momentin the ring of her career yet to this day. She has never felt more pain inside of a ring when she did that. Like outside might be more frustrating and everything, but inside those ropes, she has never felt more pain. Sakura さん的には直後の次団体後楽園興行も見据えた提案だったと思います。全然覚えてない。Sakura さんにはショートヘアが似合ったんですよってローブ言ってる。だから Thank you ローブって言ってる。なんかその時、なんだろう、試合前までの中で絶対負けちゃいけないこの試合はっていうのがあって、私はそのヨネちゃんの髪を切ることが怖いとか、なんで負けたら切るんだろうとかっていうのも全然なくて、とにかく前にしなかった時点でもうタイトルマッチ前に負けてるみたいな、で前になったんだよね、超前札止め、超前札止め、だからあの新宿フェイスだったんですけど、後楽園でも前になったんじゃないかって言われてました。それは前とはん、あフルハウス、フルハウス、お客さんを入れたくて提案したから、それが本当にチケットがなくなったっていうのは嬉しかった、ね。So but they were to have audience, they did that, like Ami Sakura did that, and it was sad that not just Shinjuku Face, if they have done that, even Korakuen Hall, Korakuen Hall would have sold out. 私里村さんとその後シングルマッチやったみたい。And they had, she had a singles match with Satomura.その From there, 試合終わって結構長い、あのどういう試合だったか忘れたけど、最後米津だけは返そうと思ってて、それを返したのを覚えてるの。その後何で負けたかちょっと、ロールスルージャーマン、ロールスルージャーマン、多分すごい10年前のそんな技覚えてくれてて嬉しい。 So Ami Sakura says there was like Yonema's move was like one move she remembers she wanted, really wanted to kick out and she did that, butWhat did she lost? And Yonema Kaori said with a rolling German. One, two, three. 聞いて、あ、その髪を切って辛いなみたいな時に、私あの風を感じたのすごく。なんか風を感じるってよくあの勢い、私は乗ってるとか、そのムーブメント的な風っていう意味で風って使うけど、新宿フェイスの空調が、あの本当にエアコンの、はい、風がすごいダイレクトに来て、私を守ってくれるものは何もないんだってなって、そこからドーンと落ち込んじゃったんだよね、自分でも。なんかそれは今でも思います。 She remembers it, it's like she felt the air、says, it is said in Japanese when you say that, it sounds like somebody who's about to fly, like wings, like air under your wings, and it sounds like that, but she remembers she actually felt air as soon as her hair was cutShe remembers the air, the like the actual air from the air conditioning. She actually felt it because she didn't have no hair. And she remembers feeling like there's nothing to protect me. And she remembers feeling very incredibly down as soon as she felt that. でもなんか同じぐらい、もし私が勝ったら本当にこの、なんか JWP で私よく喧嘩してた。そうですね、ボリショイさんとボリショイさんとよく喧嘩してて、ずっと最後まで
ぶつかってて、で逆に言えばヨネちゃんの革命を利用してボリジュエさんにギャフンと言わせたいみたいなのがあったかも。だからもし私がベルトを取るようなことがあったら、もう全力でこの団体を革命してやるみたいな気持ちでその試合に臨んでた気がする。So she remembers like she really wanted to have that revolution. She actually really butted head with Bolshoi-san from JWP. And she said, if I would have won the title, I would have really, really changed that company. That's how she felt when she was having that match. でもその試合が終わって、まだ防衛ロードは続いていく。そうですね。10回ぐらい多分防衛したとは思うんですけど。She defended that title around 10 times. オビちゃん、オビちゃんともやったんですよ。なんかその時、オビヒロがやっぱりなんだろう、自分にすごいくっついててくれてて、はいはい、すごいもう自分、女性が髪を切るなんてとんでもない、私も髪を切るみたいに。あ、髪を切ってる途中にリングに確か上がってきたんですよあれそうじゃなかったかな、そうだと思うんですけど、オビちゃんがセコンドについてて、オビちゃんが、しかもなんでオビちゃんがセコンドについてたんだろうね、それもわかんないんだけど、髪を私が切られる時にオビちゃんがリングに上がってきた。はい。So when Ami Sakura was, なんてやつだ。 Ami Sakura's hair was being cut, Obihiro Sayaka, who was on, was the secondOf Ami Sakura really just really came up to the ring to like basically almost asking to cut her own hair as well. 私なんかそれは覚えてないんだけど、なんかすげえぶん殴ったような記憶が、あれ出てけみたいな。はいはい。So Ami Sakura was super angry and like just attacked Obi-chan like get away. 出されて、しかもマイク取った。ああ、どうでしたっけ。なんか。Pretty, it went pretty crazy. Let's just say that. なんかわめいてて、はい、で、あ、私が髪切りますよ。私が髪切りますよって言ったの、オビちゃんが。うん、で、ヨネちゃんがタイトルマッチをやるってなったんだっけ。そうですね。後になんかそうなった、ね。私の次がオビちゃん。どっちですかね。先にやったような気もするんですけど、どっちでしたかね。They're trying to remember who was it after Ami Sakura or before when they had when Osaka Obito had her title match with Yuna Makari. でもそのリングに上がって自分の髪を切り始めたので、さくらさんが平手打ち、それは平手打ちされるよね。So she got on the ring and started to cut her own hair, saying like, "I will put my hairs away withAmi Sakura and Amy Sakura got away, got up, punched her, threw her out of the ring. That's how much. でやりました。アイスさんですかね。そう、ジェルはやらないよね。あ、ジェルのジェルはやらないの。よくその外に出てやってたの。ロブは聞いてる。いつかもう一回ヘアコシヘアマッチできますか。No. No, says Amy Sakura, and I'm very sure.That's how Yone was calling なんかヨネちゃんとはもう 何かなかったら本当にできないと思う。やっぱり何かがそこにこの気持ちがないと、ね、難しいよね。だけどそういうとこのもう一個シングルがまだ残ってますね、どう見ても。その帯広さんと大晦日、へえ、タカさんこんばんは。あの帯ちゃんとヨネちゃんがタイトルマッチやるっていうのは、はい、ありえなかったっていうか、そもそもそんな簡単に挑戦できるようなベルトじゃなくて、すごい歴史があるベルトだったじゃん。で、オビちゃんってその時デビューして3年とか4年とか全然新人で、おいおい待てみたいな感じで、逆にそれをやるのもヨネちゃんもすごい怒られた気がする。どうだったんだろう。ヨネ、オビちゃんとのタイトルマッチ覚えてる？あ、覚えてます。後楽園ホールで、うん、もう試合時間は1分ぐらいで決着がついたんですけど、So it was Korakuen Hall. 確か。Because it was really hard to go to because JWP belt has such a 30分40分当たり前みたいな。It has such めちゃめちゃ激しい。Like it has such a history behind it that nobody, like not everybody can have that title match.But Obi-chan did have that match. She lost in like one or two minutes. そんな短いし、まさに米山かけ目。タイトルマッチが秒殺なんて、まあ、そのぐらい力の差もあったしね。いや、そんなことやってたんですね、自分。
having a hard time to believe. You know, でもそれが2010年なの。はい。で、その後おび、え、ヨネちゃんがベルトを誰かに落とす。そうですね。なんかそうですね。なんでかわかんないんですけど忘れちゃったんですけど。うん。最終的に米山革命って言って外の人とやってたんですけど、なんかレオンとやることになっちゃって、でレオンに取られちゃったんですよね。外の選手とやってたけど、はい、最終的には JW の選手とやって、はい、JW の選手に取られちゃったってことだ。はい、うん。So she was having a revolution to have matches with outside wrestlers. なんでかわからない。But the last, for some reason, she ended up wrestling Leon from JWP and losing the title to her. その米山革命がまあうまくいったのかいかなかったのかわからないけども、それをやりきって、で、でもうちょっとしたら引退発表して。うんうん、でも引退発表してからも結構そのいろんなところでメモリアルマッチっていう結構激しい試合が続いてたよね。そう、ね、はいはい、so, right after that, she announced her retirement. で、その引退の大会の時に多分私も誰かと試合してて、はいはい、で、ヨネちゃんの最後を見守るみたいな形で、最後その撤回をして、これからプロレス続けるってなって、桜さんに蹴られました。そうなの。はい、え、その時、覚えてる。あ、ひどい。いや、もうでも自分もなんか全然覚えてないというかもう、うん、でもそのはい、さくらさんが蹴りに来られたことはなんとなく覚えてるんですけど、でもなんかもう いろんなものがもやっとして、so she announced that she will not be retiring. M. Sakura, she remembers M. Sakura kicked her. で、その時ヨネちゃん、まあ、結構その迷ってたっていうか、うん、まあ、迷ったのもいろいろあって。私本当に無事に引退できるかな、でもって言って、その試合自体は、まあ、最後素晴らしい終わり方で終わったんだけど、そのちょっと蹴った理由があるの、いろいろ。はいはい。There was a reason why M. Sakura kicked her when she announced she will not be retiring. 後楽園超満員で、で当然私はヨネちゃんのが好きじゃん。でみんなが初めてだからどうしていいか分からない空気で、でもあまりにもやっぱヨネちゃんのまっすぐなマイクにみんなが、あ、ヨネちゃんいいんだよっていう感じになりつつあったじゃん。でももしこれからプロレスを続けていくんだったら、なんかこんな優しい人たちに囲まれたヨネちゃんだったら戦えないじゃんみたいな感じになって、火種だーって言って、火種って言ってストンピング行ったんだけど、私の中ではで隣であの一緒にひかりちゃんが見てて、はいはい、ひかりちゃん私行くけどいいかな、でもこの中で行けるかな、どうする、行っていい、行っていい、もう行っちゃえと思って行ったんだけど、あのすごいリング上で皆さんになんていう顔って言ったらいいか分かんないけど、てめえ何知ってくれてんだみたいな感じで、So when Yuna Wasabi was pouring her heart out on mic、about likeSaying like, would it okay if she doesn't retire? And everybody, it almost became like, because she was such, she was so humble and like really just so honest and innocent about her mic to really wanting to continue wrestling, that everybody almost became like, yeah, of course it's okay. But in her own head, Ami Sakura in the corner was thinking, if she's going to fight from now on, wouldn't it be weird if she's like just gets like.Really, really easy from here. So maybe I should go against her, and then people would support her or something. And she went to like kick her and started stomping Yonema Kaori in the ring when she's doing the mic. People all booed Yonema, like Ami Sakura, to hell from there. Like, what the hell are you doing to Yonema Kaori? Like, that's how people felt. なんてことしてしまったんだと思いながらも、うるせえと思って。私はもう、うわーって言ってストンピングやって、すごいみんなにあっという間にリングから追い出されるっていう。So, but like, in one second, or even in the wrestlers board in and threw Ami Sakura out. いや、でも、悪いの自分ですからね。いやいや、でもその、いい悪いじゃなくて、もうリングの中で起きてしまったことだから、はい、これをなんとかして続けるぞみたいな気持ちだったかもしれない。でもそんなことがあって、続けていくときにシングルマッチが、そうですね、なんかあの引退撤回して、うん、やっぱその引退ロードでお世話になった人と、うんうんうん、逆に引退撤回してからもう一回再戦するみたいな
感じで多分さくらさんともう一回後楽園でシングルってなったんだと思います。So they were like, okay, it's okay, she will be able to do wrestling, and somehow it became like they would wrestle one more time in Korakuen Hall. なんかでもその時も私アイスをやめ、あ、そうですね。あ、でそのシングルマッチに負けたら自分はガトーモブ旗揚げのためにタイに行く。さくらさんが負けたら JWP 入団。あ、私がフリーだった。そうですね。So Ayumu Sakura at that point has already stopped Ice Ribbon and she, the match was like if Ayumu Sakura won, she would sign with JWP and if バンコク女子プロレス、oh if Yoda Wakaori won, Ayumu Sakura would sign with JWP and if Ayumu Sakura won, she Yoda Wakaori would go to Thailand to start Gato Mobile. 名古屋とかで試合はしてたんですか。なんかその私がもうアイスをやめてタイに行ってて、その中で日本に来た時にヨネジャンとの試合を組んでもらえて、でも自分の中ではその髪切りまでやったヨネちゃんとのシングルを普通にまた後楽園で組まれるなんてダメだみたいな感じで、私あのタイで一人きりだったから何もできなかったの。本当に何もできなくて、絶対に誰かとやらなきゃできないってなって、誘拐みたいな感じだけど、そうだよね。でもその時さ、JWP に入団してほしいなんてきっと誰も思ってなかったよね。交換条件ですかね、ただの。わかんないね。それはヨネちゃんが言う。なんか自分の中では勝ったら私の夢をヨネちゃんと追ってほしいし、もし負けたら JWP にヨネちゃんのそばでプロレスをやりたい。すごいヨネちゃんに気持ちがあったね、私。So she said.When they had a match in Korakuen Hall, the last match, Ayumu Sakura already went to Thailand and started Gato Move and like training people. But she remembers like she couldn't just let have a match with Yona McCovery, who she already had a hair versus hair match with. So she says she wanted to have either two things. Either she will bring Yona McCovery with her to her new dream that she's doing in Thailand, or she will be in Yona McCovery's side always and join JWP. And that's what the match was about. その時、私も覚えてる。マヒストラル、あ、その時あの自分、うん、やっぱりタイ行きたくなかったんですよ。そんななんか得体の知れない海外とか連れて行かれたくないので、もうさくらさん先に入場してたんですよ、暗闇で後楽園で、うん、で花道からライトを浴びて本当は入場するんですけど、それだとあれだから、もうバーって暗闇の中かけ、あのコーナーを駆け上がってミサイルキックでもう先制攻撃を仕掛けたんですけど、1分ぐらいで負けちゃったんで、1分なかったかもしれないですね。それで帯域が決まっちゃって30秒、あ、そんなに短かったんですね。後楽園で30秒もすごい。So she remembers likeYona Makaori really didn't want to go to Thailand. Like, she really didn't want to go there. But she doesn't know about the country. Why did she have to go there? So she was like, okay, let me take advantage of that. So Ayumu Sakura did the entrance. Yona Makaori got in and started doing missile drop kicks one after another. In while Ayumu Sakura is doing the entrance, and she lost in 30 seconds. そうだね。自分からしたら、Korakuen Hall, single stage. したら道がもう全然違うプロレスロード。どっちでもよかったけど、全然違う分岐点だったから、絶対連れてくっていう。気持ちだったんだよね。私その時ってもうヨネちゃんのお家に住んでたんだろうか。いえ、全然だと思います。あ、どこにいたんだろう私は。いや、それでタイに行くってなると、もうそんなすぐ行けた。And then they, あ、that's how そうですね、結構早く行ったような。They became that they wanna go to Thailand. 気がします。もうなんか諦めて、海外には行ったことを。一回だけアメリカ遠征に行ったぐらいですかね。あ、でもそれは試合だもんね。はい。今回はタイに行ったら試合もないし。はい。いや、もう本当に不安で嫌で、なんとか理由つけて1週間ぐらいで帰ってきたいと思ってたんですけど、そんなわけにもいかなかった、ね。しかもあのヨネちゃん試合がないから、ヨネちゃんに私ギャラも払ってないし、本当に、あの無理やり。行ったっていうことなんだよね。 So I'm like Yona Makaori really didn't want to go to Thailand and because she has no match there. She have only been once to foreign land, that would be America. But she had matches there. So in Thailand, she didn't even have matches. So she wasn't getting paid because she wasn't wrestling. So Ayumu Sakura just brought her with her forcefully. すごいね。Yona Makaori のいなかったはずの2012年を見せてみろってめっちゃかっこいいこと言ってるね。そうですね。まあでもそれで。
タイに行って最初、That's you in Thailand. いや、タイに行ったらもうベッドも同じベッドで寝てて、だトイレ、They have one bed in Thailand. はい、はい、トイレとお風呂以外23時間ぐらい、23時間以上だから一緒にいました。Yeah.So unless they were having showers or like somebody's doing going somewhere, they were together 24 hours a day. 部屋が大きいの1個と台所しか多分なくて。They had one big room and you know like washrooms and stuff. ダブルベッドで。And they had one double bed. So they were living together 24 hours a day. あいすごいですね。ツイキャスとかやってた気がする。あタイの街中で。うん、えでも。タイに行って最初のタイ何回かもうタイに行ってると思うんだけど、はい、あの遊びとかだったり、はい、最初のタイのイメージはどんな？あいやでもすごい最初もう楽しかったですね食べ物とかなんかはいあ意外とすぐ馴染んでた気がします。うんうん、so it's but Yonemaka remembers Thailand being very fun right from the get go、はい。言葉も別に読んじゃ多分英語もタイ語も全然わからなくって。はいすごいんだよ。何日か生活してる時に一回大きいスーパーマーケットとか行ったりとかしてたんだけど、はい、その一緒にいない間ヨネちゃんは、まあ、私がなんかちょっと仕事とかしてる間に散歩に行ってたんだけど、はいはい、結構なんだろう路面っていうかなんだろうもうほぼ車道を散歩するみたいな田舎のとこで行って、はい、自転車をある日ヨネちゃんが買ってきたの。そう、はい、so, likeWhile Amisakura was working, Yonemakaori decided to go to a walk. And she would go to like evening walks and stuff. And one day, Yonemakaori just showed up with a bicycle. その時のこと覚えてる？あ、自転車でも買ったんですけど、結局なんかボコボコしてる道とか多くて、置きっぱなしで来ちゃいました。あの住んでる家の駐輪場に置きっぱなしで。こら！あ、そうなんか多分一回も見たことがない、ヨネちゃんが乗ってるの。結構長い距離お散歩に行くので自転車あったらいいなと思ったんですけど、うんうん、結局そういう時は何でしたっけあのバイクの2人乗りになんか30円ぐらい払って乗っちゃったりするので、うんうん、結構さ日焼け止めも塗らないといけないぐらい暑かったから、はい、自転車なんて自殺行為だったよ ね、 ね誰も乗ってないですよね乗ってなかった自転車、はい、so, because it's pretty hard there so she remembers just throwing that bicycle away she went with itAnd she was like, this is way too hot, way too troublesome. So she left the bicycle somewhere and just got back with like a bike. Like bike taxis are very cheap in Thailand. おにぎりはヨネちゃんと一緒だった。ああ、なんか、何でしたっけあれ。おにぎりとサンドイッチ。あ、朝なんか作ってる時ありましたね。なんか、プロレスをやるのにもう収入がないからなんかありました、ね、なんかあのプロレスラーになりたい子もプロレスラーになろうとしても収入がないからその子たちにおにぎりを握らせて、はい、おにぎり屋さんをやろうみたいな感じでースーパーにケンちゃんたちと買い出しに行った気がする。 So for some reason they got really into it. They're like, okay, let's make onigiris. Let's start a shop where we will sell onigiris. Onigiri is like a Japanese rice bowl. And she's like, it would really work. We can do that for our practices and we can, you know,We can sell them. So they went to a supermarket, had a brilliant idea, bought rice and everything. なんか炊飯器とか買ったよね。はい、自炊しようみたいな感じで、はい、なんかあの葉っぱを茹でたらある日鍋の中が真っ青になってたみたいなかった。あれなんでしたっけ？なんか鳥の足いっぱい買ってきて、あった足だけ茹でてみたりとか。そう、ひろちゃんとスーパーに行って鳥の足、うん、日本に。売ってないじゃん、はい、そういう食材。そういうやつですね。そう。それをいっぱい茹でたりとか、あ、おにぎりキャスなんてやってたんだ。へえ。売ってたんですか？何日ぐらい？結局一回も売ってない。いやでも。So they bought a big cooker. They bought ingredients. They made it quite time, but they have they never even once sold onigiris. Not even once. いや、おにぎり。てない気が。Never even once sold onigiris. まあそんなこともあったり、あのヨネちゃんともこれ日常生活編なんだけど、マッサージの免許を取りに行こう。タイマッサージの免許を取りに行こうと思って。Okay. How about we became like? How about we learn to do like Thai massages? That'd be really awesome. 誰の紹介？ They can start their own business. ケンちゃんの紹介。いや。あの後藤さんの知り合いの方のマッサージが上手い人のところ覚えてる？
So they were, they, a friend of a friend was like a teacher, of like a like an old experienced massage teacher, and they said, okay, let's do that. 全身を教わったの？はい、全身とフットのオイルマッサージと。They said they、はい、they learned、like shoulders and like feet massages. 毎日通って、はい、この何日ぐらい行ってたんですか？いや結構通ってたよね。はいはい、毎日毎日。朝5時とか6時に起きて、タクシーで1時間ぐらいかけて行って、So they woke up 5 or 6 in the morning, like took 1 hour of taxis to go there. 終わって練習に行って、they did that practice, like learned how to do massages, came back, taught professional wrestling. こんなにあったよね。ああ、ありました。ナモタク、ナモタク、それ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 。あ、覚えてるよめちゃん。赤川とみたいな、なんか、なんかそう、ナモタサだけしか覚えてなかったんだけど、よめちゃん覚えてる。はい、なんかありましたね。あそこで出してくれるおやつがすごい美味しかったよね。はいはい、毎回、はい。なんか、ヨネちゃんとタイに行って、もう毎日一緒にいてツイキャスやって、そこでやっぱ一番、なんか、たくさん話もしたし、はい、でかつ、バラバラ行動も気にしないというか、そうですね。あ、違う、一緒行動を気にしないかな。なんかもう一緒になって違うことをやったりとかも普通にできてたよね、はいはい、うーんあれも海外だからできたんですかね。So they were like, even they were together, if they were separate, they really, really just didn't mind at all. They were having such fun. そんな even if it was foreign lands, they were like really on the same page. It was really fun for them. そこで今ガトムーブが始まるわけなんだけど、はいはい、So there of course ガトムーブ starts. 最初まだプミ君とかもあんまり会ってなくて、ケンちゃんだったよね、はい、ケンちゃんっていうその第一号のタイ人レスラーだったんだけど、なんかそのマンションの下のエアロビスタジオみたいなところを道場にして布団敷いてマット運動とかを教えてくれてた、はいはい、初期のメンバーは全部ヨネちゃんが本当に前転、後転、はい、So, teaching was mostly done by Yonema Kauri in there. They were using like an aerobics studio as their dojo under the building and stuff like that. その時のちょっと思い出をちょっと上着持ってくる、はい、ぜひ話してください。いやなんかなんですかね、練習するってなっても時間にみんな集まってこなかったりなんか雨が降ったからお休みです、遅れますとかなんか洗濯をするので休みますみたいな、なんかあなんかそんなのが多くて最初は戸惑ったんですけど、あこれがタイなのかなって思ったり。そうですね。 So, she says, like the student says, if it's raining I'm gonna be late, it's raining I'm not coming, or I have to do laundry so I'm not showing up. Everybody was always late. So in the beginning, I'm like, she remembers being like, okay, but it's just like, why, what's happening? But then she started thinking like, okay, maybe this is like,how Thailand is, which is true. That's how it's relaxed. People are very, So like, that's basically how like Thailand is. なんかそんなタイはなんていうかゆっくりというか、そうだね。してる文化です。でもその理由も後でだんだん分かってきて、雨が降ったらいけないっていうのは、雨で交通機関が止まってしまう。タクシーが動かないとか、あのすごいインフラなんか水位が溢れたりとかしてたじゃん、はいはい、でそういうのもあったりとか、あと家族をすごい大事にするから、なんかいとこの送り迎えがあって行けないとかあったよね、はい、なんかみんなで車で海かなんか行くときに運転手さんが勝手に彼女も連れてきてとかありましたよねでなんか一緒に行ってご飯食べてとかそうなの、なんか普通に運転手さんの助手席に彼女が座ってて、でご飯食べに行くときになんか悪いから、じゃあ運転手さんの分も出しますよって言って彼女の分もなぜかお金を私たち払ってるみたいな、変だったよねあれ。でもそれがもう友達ってことなのかな。 So like, like the person, one time they started to, decided to go to like sea. So the person who was driving just for some reason brought his girlfriend as well. So they are like who is this person? But it's just like a group thing that but they're not used to it. So it was a wild things happen. Let's just say that. They had a lot of adventures there.でなんか練習に来た人が次の日には来なくなっちゃったりして、その上から目線じゃないけど、私は初めて人の名前を覚えないっていうのをやった。来ても来ないから、はい、一生懸命名前覚えても意味ないじゃんみたいな感じで、はい、残った人だけ覚えればいいやみたいな、すごい初めての感覚。あ、はい、
日本ではさ新人超大事にして観光なんとかってあったじゃん、はい、でもいっぱい来ていっぱいいなくなるからもう覚えても仕方ないみたいな。So this had like for the first time our Amisaku actually decided to not try to remember names because in Japan having rookies is very important. People take like this very seriously. But in Thailand people would just show up and then never show up again. So she's like, okay, let's just make sure we remember the people who are actually serious about it. So なんか覚えてる選手いる？ケンちゃん、フェンリュウは結構自分いっぱい練習した気がする。めちゃめちゃやったよ。あとなんか名前覚えてないんですけど、ちっちゃい男の子が、デビューしなかった子かな。あ、しなかったですね。あのすごい運動神経がいい。They tried to remember the name of the students that they had. で、丸め込みとかユンちゃん結構好意に教えてくれてたような気がする。デビューしたのかな、してないのかな。なんかでもセンスがある子もいたんだよね。はいはいはい。うん、あとはバギーナッツとかですかね、うん、あとあのゴーレムタイですか。Yeah, they are still the members, like the main ones that are still wrestling are the ones they actually remember. 最終的に、まあ、とにかく行ったり来たりを繰り返してるうちにどうなったんだっけ、旗揚げ戦の時に思い出した、はいはい、鋼さんが来てくれる。あ、so when they were、はい、when they decided to launch a company, Shinno Hagane was the one who said, "I will go and came to." で、私たちその時何でもツイキャスをする、何でもライブストリーミングっていうのをやったから、はいはい、so they actually were doing vlogs on Twitch casting. あったことない。They were doing like they were really Twitch like vlogging everything when they were there. I really wish they started with YouTube.But they were doing Twitch casting and、うん、they were broadcasting everything they were doing there. So, 会ったことないのに、回したんだよね、空港で。ああ、そうですね、覚えて思い出しました。はい、で、ヨネちゃんも、浜根さんとそんなに。あ、そうですね、自分、その当時のまどかさんと接点ないので、さくらさんがコーチでまどかさんに来てもらうのよって言われたときに、嫌だな、知らない人が来るんだ、なんかもうちょっと知ってる、親しみのある人ならいいのにな。あー、なんか憂鬱だなって思ってました。いや、でもその時私覚えてるのは、はい、これどうする、でも初めてだし回していいと思う、回しちゃいけないと思う、はい、どうするどうするって、いや、いいじゃないですかって言って、あ、ゆめちゃんがオンにした上に、はい、会った時に、はい、あー、どうもどうもみたいな、行かなかった。あー、そうでしたかね。So, by the way, Shinno Hagane is showing up to them on the airport and they have Twitch casting, like they are vlogging it live、andThey have, Ayumu Sakura has never met Shinno Hagane before that day, and Yonama Kaori too has like maybe once or something. So they were like trying, they're meeting someone who's coming to help them, and they have never met them, and they're still broadcasting live to have a reaction when they first time meet them. なんか、多分私たち一日も一緒にいなかった？一日、Hagane さんと一緒にいたっけ？なんかそこでバイバイして、はい、すれ違い、私たちが日本で試合があるから、はいはい、浜田さんとよろしくって言って置いてった気がする。はいはい、そうですね。So, so they did, what they did is like, Shinno Hagane showed up, they met him that day, and the next day they go to Shinno Hagane. We have match in Japan, so you take care here, just one day. You take care of here, and we're gonna go back to Japan to have matches. それで、あ、佐藤さん話しますね。で、よろしくって言って1ヶ月間一人で暮らせみたいな。So Shinno Hagane was there for one month. そう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 。Alone, taking care of Gotomo while they were in Japan, having matches. それで私たち日本でその間何してたんだろう。多分その時に JRB のタッグのベルトとか持ってて防衛戦とかやってたんじゃないか。So they were tagged at that point and.They were actually doing like title matches and like title defenses and stuff. この時にリセットいたんですよね、もう。タイった時に名前がリセットいたんですよね。はい、はい、そうですね。So reset was actually a team at that point and champion in Japan. え、でもタイに行った時にはヨナちゃん持ってなかったはずじゃない？はい、はい。シングルやってなかった。で、なんか行ったり来たりしてる間ですかね。So when they went to Thailand together, they formed their team as reset. And they were one month in Thailand and one month in Japan. That's how they were doing it.So when they were in, when they would come back, they would tag together, and that name of the tag team would be reset, and they became champions at that point.
ガトーミーティングガトーミーティングを旗揚げした後だよね多分ああいやそんなことないか旗揚げした後はガトーンジャパンツアーだから多分太陽旗揚げする前にガトーミートをやってたんじゃない多分鋼さんが行ってる間に私たち市ヶ谷でショーを始めたような気がする。So when Shino Hagane was there, they started doing Gato Move shows in Ichigaya. And they started having meetings here and having starting shows here. で、タックのベルトを取って、数名どうやって決めたんだ How did the reset name came up? 数名何個か候補があって、でも最終的にさくらさんが選んでくれたような気がするんですけど、どうでしたかね so, 覚えてない。They had something, something, and but like, for, at the end of it, I mean, Sakura decided the name as Reset, which is, they're trying to remember how and why. でもいろいろタイに行くことでリセットしたりっていうあれですよね。They said, it was basically because they were going to Thailand and coming back so much that it's like they would reset every time they have to, would have to come back. And they said, let's just name ourselves. 前にさくらさんが、なんか、ヨネちゃんが何か、なんかこの、なんとかな、引退のことがあったので、もう一回切り返そうと、さくらさんも退院に行って、もう一回最初から始まるとか、二人のこの気持ちがあってて、リセットしようぜみたいな感じからのチームの名前はリセットにしたっては前に言ってた。ね、私が挨拶したのが1月だから、4ヶ月で、多分2月か3、2月に1回退院に行ってみて、行けそうだと思ったから帰ってきて行った気がするから。そう。Their name basically they told before they were it came back from like after her retirement thing with Yonema Kaori and Ami Sakura who was like starting anew after Ice Ribbon in Thailand. They said like let's reset ourselves, let's have like a new thing and they would that's how they started their tag team. そうなんですか。これがメイちゃんとアッキーが、はい、タッグを組んだのがメイちゃんがデビューして4戦目か5戦目初めてタッグを組んだのがアッキーだったんだって。でもなんか私はそれあんまり理由はなくて誕生日が同じとかなんかそんな感じで。え、誕生日一緒なんですか。え、すごい。Yes. で、多分。We actually don't have a reason. So she's talking about me like like Mei-chan's first tag team partner being me, and it was basically because we had the same birthday. So there's no specific reason. め、空っぽ。ちょっとあのあれ、ちょっと待って。あ、すごい。食べよう。ちょっと考えるのは難しくなってきたからチョコ食べる。なんかそのタッグを組んで8年じゃん。でベストブローは2年前に初めてタッグを組んでるからまだ2年で、最初の頃は全然タッグを意識してなかったと思う。自分たち割とすぐベルト取ったりとかしてるけど、まあ、そんな感じでやっとリセットが始まり、ガトーミートが始まり、でまたタイにも戻って旗揚げ戦を迎えることになります。はいはい。旗揚げ戦ってメインリセットだった？旗揚げ戦、さくらさんが女の子とやったんじゃないですか？は、私ロータスと？違いますか？いや、いなかった、まだいなかった。リセット？タンゴさんと高梨さん、はい、高梨さん、タンゴさん、ケンちゃん、鋼さん、はい、私、ヨネちゃん、はい、とかさんもいました。いた、はい、その鋼さんがそこが終わりだったの。あ、最初が私たち入れ替わりで、はい、旗揚げして終わるみたいな。Yes. They're basically talking about how it came to be. While they were coming and going back, like, if we really have to count, the first time me and Mei tagged was 2 years ago, and but it wasn't really a tag team, like, since before Choco Pro, but they have been together for, like, more than 8 years. As the startup got the move, they became reset, so. What do you think about the move? I'm not sure about the move.あの桜道場で結構お客さんがいっぱい来てくれて、っていうのは覚えてます。その桜道場もヨネちゃんの先輩からご紹介いただいて伺ったよね、信金先生のところ。Trying to reminisce about the opening or the debut of Gato Move。大事なこと忘れてた。あの旗揚げの前に割と私取材を受けたりとかテレビに出たりしてる中で、はい、ある日 CM のオーディションが覚えてない？
CM のオーディション、うん、弥生県の、ああ弥生県弥生県って言ったらすごい日本で有名な、うん、日本が発祥だよね、はい、日本の有名な食堂、はいはい、なんだけど、そこの CM オーディションがあったの。So in that sense, Nirmala Makhawri and Ami Sakhar was actually doing a lot of TV spots in Thailand. They were actually really doing great. And they had a big commercial audition at that point. Yeah, 私とヨネちゃんと一応その向こうは男性がいいって言ってたんだけど、一応行こうみたいな感じでケンちゃんとフェンリューと行ってオーディション、何やったっけ、なんか一人プロレスとかやった気がする。なんか試合を見せるとか、なんかそんなのがあって、最終的に私たち落ちて、ケンちゃんとフェンリューが、多分 YouTube でまだ見れると思う。うーん、弥生県の CM 誰か調べてください。So they became like they were did matches and stuff, but Yonema Kaori and Ami Sakura wasn't picked. Their student, Fen Ryu and Ken Chan, those two got picked.あの電車のテレビとかでも流れてたよ。So it was on trains and everywhere. It was like a big commercial. いや、なんかそれ本当に悔しくて、ヨネちゃんに私本当に悔しいっていう話をすごいした気がする。なんかとりあえず結果を日本のファンに見せつけたいみたいな、何かやってるぞみたいなのが何もなかったから。でもなんかあのやっぱりベルトを持ってると。うんうん、注目されましたよね、テレビとかも。全然違った。うん、他に向こうに行って旗揚げまでに、まあ、テレビも何回か出たりとかあったんだけど、はい、マーブンクロスセンターで試合をしたの、はいはいはい、でそれが急遽、いやこれもうプレ旗揚げ戦にしようよみたいなこと言って、うん、シングルしたの覚えてる？はい、なんか豚とか言われて、自分豚、なんか解説の人かなんかに後後で聞いたら、なんか豚がどうのって自分言われて。So they did like a very big, it was a very big like mall and stuff, and they did a show like exhibition match there. They did TV, but when they were champions and they had belts, they really got a lot of attention. So they said really specifically remember that. あのなんだっけ？ボーイさん、あ、はい、元 UWF のコーチだったボーイさんと知り合って、ボーイさんがムエタイのリングに上げてくれるっていうことになったんだけど、それってじゃあ日本で言えば土俵の上に女性が上がるのと一緒みたいな感じで聞いたら、女性のファイターもいる、だからショーのムエタイのとこだからいいんだよみたいなこと言って、初めてプロレスの試合をさせてもらったの。Yes, so they were like, it was a Muay Thai exhibition, like Muay Thai show, a pretty big Muay Thai show, and they were doing exhibition match over there. 何回かやったよね、あそこで試合。2回ぐらいで、2回。でもなんか急遽中止になったりもありましたよね。そうそう、雨降ったりとか。なんか、何がリセットだ、私はリセットなんかできないとぶち切れてた。あったあった、ボリショイさん。大阪あった、私モーリーと組んだ気がする。なんか、秋、その、旗揚げ戦、マーブンクローンで試合したときに、マーブンクローンで知ってる、すごいでかいスーパー、日本だったらなんていう、三越とかの前、MBK っていう渋谷、はいはい、センター街とかじゃない、渋谷の、109の前で試合をしたぐらい、なんかすごい大きいところで試合をしたんだけど、それもツイキャスで、これ、今から放送するんで、これで撮ってくださいってカメラを知り合いの人に渡して撮ってもらった。覚えてない？Yeah. So even that fact, they were like, we're going to do a tweetcast, so gave their phone to somebody and broadcasted that match. It was like somebody, like one of the biggest shopping centers in Bangkok, and they were doing an exhibition match in front of it. It's like a group, very big, MBK shopping center, right? Now they have other bigger shopping centers as well, but at that point, 10 years ago, MBK was the biggest shopping center there. なんかその時に私思ったのが、髪切りでヨネちゃんとシングルやって、その対コントラ JWP のやつでヨネちゃんのシングルやって、このシングルは本当に最後のシングルじゃないんだけど、すごく重要なシングルになると思って、そのシングルマッチをやったので、なんかその時になんかボーイさんも応援してくれてたけど、タイでプロレスなんか無理だよって言ってて、
まあ、結構その、まあ、きつめなことを言われたりしてたんだけど、それ終わってみんなでご飯食べた時に、もう私の人生ここで終わってもいい、もうコーバータイのプロレスのクライマックスって思ったのを覚えてる。So she remembers when she did that, like she does got a bit of support from Japan, but as well, but she was going like it's impossible to do wrestling in Thailand, and she just give up. So I'm Sakura when she had that match, it was really important to her. She remembers like, okay, even if everything ends right now, I'm happy. I did something big. I came to Thailand and I actually have something to show from here in that singles match. It was like somebody doing an exhibition match in Times Square, basically, if we have to like compare New York. That's how big of the point in Bangkok that was. そんな2人のタイの生活にも終わりが来て、なんで終わったんだっけ？謎ですね。なんででしたかね。ベルトを取られたんだっけ？ああ、それもありそうですね。リセット解散した？いえ、あ自分あれなんかヨネちゃんが日本でやるってなった気がする。いやでも自分タイから戻って多分ベルト取られたりして、で結局引退撤回して1年後にジェラピー退団したんですよ、うん、やっぱり日本にすごい居づらくてプロレスやりたくて辞めるの辞めたのに、このままだとプロレス楽しめない、うんっていう状況になってて、やっぱり辞めるとかあったんだと思うんですけど。なるほど、はい、じゃあその WP を退団したタイミングってなんかきっとあっただろうね。そうですね。 UK も行ったんでしょうね、2人一緒行った。あー They even went to England together、はいはい、イブに出た、うん、バイパーってやってなかった？やりました、やりました。シングルだっけ？シングルですかね、はい。They went to wrestling Eve in UK together. プロレスリングイブでヨネちゃんと結構地方に行ったんだよね。はい。な、2、3試合でなんか1試合なくなったりもしたような。あ、ヨネちゃんとイギリス行ったんだ。控え室でさ、どうするどうするみたいな言ってたの覚えてる。あ、はい、あ。で、その日本でやるってなったけど、でも日本でやるためにはいろんな団体出なきゃいけないもんね。タイ行ってる場合じゃないよね。そこでヨネちゃんが日本に活動シフトしたのかな。どうなんですかね。 So after one year of doing that, after retirement, Yonemaka regraduated from JWP, became free, and that's how her living with I'm Sakura also ended, and they went into their next phase as the tag team of Reset. ガトーノードも日本でどんどん市ヶ谷以外でも試合するようになったんですよね。そう、2人した後にリホちゃんが入団して、はいはいはい、ちょっとしてオビちゃんも入団して完全に日本でやるってなって、私もあんまりタイに行かなくなったのかな。結局でもタイもあのおかげさまで7周年にみんなで行って、まあそれで終わりっていう感じにはなったんだけど、なんか新しい組の団体が旗揚げしてこの間1周年、もうどんどん時は流れてる感じだけど、加藤ムーブでも当然ヨネちゃんとリセットでタッグ組んで、はい、ずっと一緒にやってたよね、はい、え、だけど私なんか最初のタッグタイトルって高梨さんと組んでた気がする。リセット今はタッグチャンピオンですけど、そのガトムが旗揚げしてからずっと巻いてないっていうのが自分ちょっとびっくりしました。え、あ、なんか巻いてそのままだと勝手に思ってたんですけど。ゆらちゃん他の人と巻いた？いえ、一度も巻いてないです。なんかガトムに出た時は米山とかで組むことも多かったんですね。そうだ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 、米ちゃん、はい、あの鋼さんとシングルマッチを3回ぐらい連続で組んだ時になんかすごい仲良くなって、で So Shino Hagane and Yonemakabri did a lot of matches together, and they became kind of very good friends, and that's how we have YMG now. Hmm. で、ゆらちゃんはまた団体にも出つつ、自主興行、YouTube の活動だっけ最初。あ、そうですね。なんかゲリラオファーとかなんか、はい。デリラオファーといえば YMG みたいな、ヨネちゃんみたいに。あ、私も YMG からオファーをされたことがない。イエー、そんなことない。Abby Sakura has never been offered a match from YMG. 怖
kume. And Yoneyama Kaori says, of course I have. So M. Sakura says, sorry, I forgot. それを全部忘れてしまう。秋、秋にも出てもらいました。Yes, I have actually had two shows in YMG. Very fun. あと、オビちゃんも。はい。メイちゃんも出てもらって、後楽園。メイ also did the 後楽園 ball.That was a 20th anniversary, right? I remember me and Sakura-san were in London and Sakura-san got a very early flight to make sure that she can do, she can come and watch the Korakuen Hall show. そうだ、最初にアジアタックのベルトがなくて、で、そのミックスタックトーナメントがタックの、そのチャンピオンに変わるものっぽかったから、2人で組まなかったんだ、男性と組んでたってことだもんね。はいはいはい、あー、なるほど。でもそうこうしてるうちに我々なんか全然一緒に活動してなかったみたいな。そうですね。一回質問いいですか。佐久さんが初めてガトムーブのタグバルト買ってたのはレシャテでいつですか。ないんだって。おこの間。でこの間は初めてのタグバルトですか。うん、この間っていうかもう。So after like what's super interesting is.Reset, who has been a team in Gatomove since 8 years, and since they were actually the one who started Gatomove together, almost when M. Sakura went to Thailand with Yoneyama Kaori. But the first time they have ever won the Gatomove tag team titles. If they have won other titles, quite a lot of other tag team titles, but in Gatomove, this is the current reign is their first ever Asia Dream Tag Team Championship reign.Since they have been tag team, tag team together as we said, they have had championships in other companies, but in Gatomu this is the first time. Hatake が2012年だから8年ベルト取ってなかったベルト。でも他の団体でベルト取ってるってでもなんかGatomuじゃなかったのは面白いですね。JWP のベルトいつ落としたか覚えてる？誰に負けたんだろう？ボリソイさん、中島アリさんとかだと思うんですけど。So they lost to ボリソイさん and 中島アリさん together. Who that's those who they lost to in their championship reign in JWP. そうだよね。That's a big history. ヨネちゃんでもガトムーブで活動してくれてたんだけど、主戦場がどんどん変わってたんだっけ？なんかあのフリーになった時に、うんうん、あのやっぱ JWP にいたらできないことをやりたいなと思って、うん、スターダムに出始めて、うんうんうん、夏木太陽と対戦したりとかしてて、まあ、でもそれは一時代を築いたっていうかすごい名物っていうか、もともとネオさんで夏木とかと。I'm gonna ask that, Chini. That's a very good question. で、なんか今、so after that, I'm like, in the between of the 8 years, Yoneyama Kaori has done a lot of things. Like she started doing, before quite some time ago, she started doing Stardom and other stuff. And M. Sakura on herself has built a lot of like Gatomove. But in the recent times, if we have to talk about reset, なんか最近のリセットの話すると、なんか25周年、なんか Chini asks.How was Yoneyama-san's feeling when she couldn't have the 25th anniversary singles match with Ami Sakura? So, なんか一番最近の話すると、25周年のおきで Sakura-san がシングルマッチ Yoneyama Kaori とやるって話にできなかったのは、なんかどんな感じだったんですかってか、チニ。あ、でも、その今年の8月に、その、もちろんタッグタイトルとかは、あの、ガトームーブが止まっちゃったからチョコプロでやってなくって、ベルトは持ってるけど、チョコプロにも出てもらうの少し時間かかったりとかしたから、全然そういうリセットを考えなかったんだけど、自分の25周年を振り返って、一個一個こう振り返っていった時に、ここでシングルやるのやっぱヨネちゃんしかいないなっていうのを思ってヨネちゃんにお願いした。So she says because Gatomu was stopped, she really didn't remember reset that much because they were champions, but they haven't had a tag team match in like 5 months when in August.When Ami Sakura's 20th anniversary show was coming up. So when she remembered, like, after all through of her 25 years of wrestling, she said, well, if it had to be in that 25 years, it has to be Yoneyama Kaori in the singles match as the 20th anniversary show. And that's why she chose Yoneyama Kaori. なんか、すごい難しくて、あの、ヨネちゃんを選ぶのが難しかったとかじゃなくて、自分が今まで何をしてきたか何も思い出せなかったの。
で誰とどういうストーリーがあってとか思い出せなかったんだけど、ふと考えた時にこんなに、まあ、今を作ってくれてるのはヨネちゃんだなと思った時で、オファー受けた時どうでしたか？How was Yonema Kaori when she accepted the single match? あ、なんかすごいありがたいんですけど、え、自分でいいのかな、でも嬉しい、ありがたい。で、あの、まあ、あの自分あんまり自分に自信がないので、あ、そっか、高橋七重さんも高梨さんも欠場してるしとか考えちゃってあ、自分かなって思うのもあったんですけど、でももう本当素直に嬉しい、ありがたい、頑張ろうって思って。 So, she was very very happy、but she was like、oh, I, like she said she's not too confident in herself, very you, they actually match a lot personality wise, it's the same with Emi Sakura, but she said she wasn't really confident in herself. She goes like, I'm really happy that you chose me as the 25th anniversary like、opponent, but is it really okay with me? But makes sense, like Masa Takanashi and Nanae-san both are right now injured, so maybe that's why, but she's like, but she was really happy, like she did ended up thinking a lot of things、but she says she was incredibly grateful and happy that Emi Sakura chose her. なんかでも私も自分自信がなくて、ヨネちゃんもその自信がない風な風にやっぱり言われるんだけど、そういうところもちょっと似てるなというか、すごい似てます。似てる。So both of them、like, because Emi Sakura too has no confidence in herself when she, when it comes to who she is, when she has accomplished. So that part in those two is perfectly, they are very perfect, in, they are totally in sync in that part, which is unnecessary, but they are. 一人が好きとか、めんどくさくなる。そう、約束した時は楽しいけど、後でめんどくさくなるとか、その、いろいろ。いろいろです。二人すごいですけど、全然自分には、いや、私、大丈夫ですとか、二人すごい似合う。なんか、たまに自分のもう一個のプロレス人生をヨネちゃんに重ねる時があって、自分は団体プロレスがどうしてもやっぱり好きで、それを優先したいからやってるんだけど、まあ、その、自分一人で頑張った方がいいのではって思った時もあったの。いろんな団体に出て、そのいろんな選手たちと試合をしていくっていう。で、なんかそれを、まあ、もちろん私がヨネちゃんみたいに活躍できたとかは分からないんだけど、それをずっとやってるのはヨネちゃんだと思ってて、ヨネちゃんは大ベテランとも同世代とも新人とも誰とも当たり、地方を全部回り、そのいわゆるトップ選手、そのスターダムが今もう女子プロレスのトップって考えると、トップでの試合をずっとこうやってるっていうのが、まあ、ダメージとかもすごいじゃん、移動もしなきゃいけないしさ、試合の数も多いしさ、今月10試合とか予定、こうやってスケジュール見たらもう入ってたりとか、もう何回ジャーマンで投げられたのか、何回トップロープから投げられたのかっていうのを考えるときに、もう一人の私みたいに思うときもすごくある。So she says, Emi Sakura loves the team and like the, like the promotion of like style of wrestling.Like doing a lot of things with a lot, like a team, just like Goto Move or Choco Pro. But she have had feelings of what would happen if she just does it alone, like Yonema Kaori is doing. But she's not sure if she would have been able to do as good as Yonema Kaori has done. Like even right now, if you have to think about the top of Joshi Wrestling, it's of course is, well, Stardom, and she's still wrestling there in the top of the level. She wrestles legends, she wrestles the people who are at the top right now.And she also wrestles the people who are just getting up. She has been in wrestling, embedded in Joshi wrestling completely since then, and has the amount of damage and the schedule she has done. Like even this month, she's wrestling more than 10 matches. And how many times she has taken Germans, and how many times she has been thrown off top ropes and stuff like that. So at those times, Emi Sakura kind of remembers like, okay, like it's like a part that I didn't take. I can actually see it happening in Yonema Kaori.So those feelings are also there. Like a part of me is still doing that, and that is Yonema Kaori. Emi Sakura has thought that. もう今、その月に10試合ぐらいやって、もう次から次へとやんなきゃいけないことがあって、まあオファーも多分なるべく断らないようにとかしてる感じだよね。試合してて、なんだろう、いつも一緒ってわけじゃないじゃん。もうバラバラで今回リセットって組むことになったんだけど、今のプロレス。どう？プロレス人生。ああ、なんか楽しいですね。
あ、まあ、あのコロナでいろいろ大会中止になったり、うん、そのさくらさんの25周年もそういうので出られなくなっちゃったり、うん、悔しかったり悲しいこともあるんですけど、うん、やっぱり今なんか楽しいのを更新している、うん、今が一番楽しいって今思えてるかなと思います。何が楽しいと思う？なんですかね、なんか昔はプロレスって楽しむものじゃないと思ってたんですけど、うん、なんか自分で例えば YMG でやりたいことをやってみたり、こうここに出た時はこの選手とこんなことして、ここに出た時はこのチームでとか、うん、なんかいろんな楽しみを見つけられて、うん、なんかいろんなプロレスできて楽しいなって思いますね。まあ、自分がその今もうタイトルマッチどうのこうのってすごい最前線で厳しい戦いをしてないっていうのもあるのかもしれないんですけど、うん、いやそんなことないでしょう。リーグ戦も出てたし、あ、うん、なんかあ、お願いします。 Yes, so Yanema Kaori thinks like what is wrestling to her right now, and she says it's fun. Like there were times before when she was at the top, she didn't ever remember or thought that wrestling was something that was supposed to be fun. But now it's fun, even though it's like the pandemic has hit. She couldn't do the 25th anniversary show. There are other, like all the shows got canceled. There are a few things that are hard, but right now, like she could really feel the wrestling is the most fun because she has done, she has been to a lot of companies. She has wrestled a lot of people. She has wrestled a lot of type of wrestling. She has done big and short, and she had done what she wanted to do in YMG. She had done what she wanted to do with players and teams, and like it's just fun right now. Like wrestling is just fun. It's like doing all those things have made it, have made worth all the things that are tough about it. 2017年か18年、日本の女子選手で一番後楽園で試合してるはず。いやそうだよね。毎月やって他団体も出てるから、私後楽園今年一回も試合してないし、去年も試合してないかも。いやでもさくらさんは後楽園より大きい AEW のすごい会場とかで試合してるじゃないですか。なるほど。Yeah, so Ami Sakura says you are great. You have been like, I think last year she was the one who wrestled the most in Korakuen Hall of all Joshi wrestlers. That is how great she is. And Yanema Kaori goes, no. You are wrestling in AEW in front of like thousands and thousands of people.And she goes, ah, is that right? Okay. Both of them have done great, and none of them are willing to admit that they have done great, is what we are having right now. They compliment each other, and the other goes, no. That's the back and forth we are having right now. そっか、まあまあでもそんな感じで今それぞれの場所で頑張りながらこうしてチョコプロでタッグを組むっていうことになったんだけども、対戦相手の、まあちょっとここでね、対戦相手の話に、So now they're going to talk about us. As he says, they have done their best in their respective places, and now they have tagged together as in Chopro, as you said, and now they are wrestling us. 4連戦してくれる時、3連戦の時、はい、アッキーめいちゃんルルだっけ、みつるさん、みつるさん、みつるさんが一番最初かな、はい、うん、それぞれの印象を教えてください。いや二人ともいつも試合しても見てもすごいなっていうのがあって、めいちゃん天才だなっていつも思ってます。She says she have wrestled us in single competition. How was the both of them? She says, well, the only thing she has is like, oh, but the both of them are great. She always ends up thinking like May is a genius. めいちゃんを天才と思うところはどこ？なんか最新の女子プロレスっていう感じがします。It's a new kind of Joshi wrestler. なんかまあ運動神経とか、スタミナとかも、like great at wrestling. すごいんですけど、なんか発想、発想力とかその頭の良さ、起点が効く感じとか。It's like how she thinks about it, how she goes about wrestling, how the things that she comes up with. It's like it's a new breed of, it's a new genius level breed of wrestling. なんか対戦してもワクワクするし、自分するが舞っていて組んだこともあるんですけど、その時もすごいもう安心感、全然まあキャリアはそんなにないのに頼り切ってたし、すごい楽しくて、するが舞でタッグのベルト挑戦してるよね。あ、そうですね、リナモンと、はいはいはい、そう、あれもいい試合だった。 No matter if she wrestles with them, no matter if she
tags with her, it's like, see, you can really count on her. Like, her career is like 2 years or something, very few, but even though Yunaima Kaori has 20 years in the business, you can still, like, depend on her to do something. It's like, she's incredible to have that. Yeah, but Yone-chan の感想と私の感想は全く一緒で、メイさんに関しては本当に新しいプロレス、新しい時代の、なんだろう、なんだろう、時代を牽引した新しいものだよね。はいはい。で、あの、選手としてもすごいなって思うんですけど、人も好きで、なんか自分あのメイちゃんが他団体に出る時とか、スルがメイで検索してその団体のタグとか見て、あ、何これ可愛いと思って、いっぱい見て可愛いと思ってあの見たり、あ、なんかトーナメントで頑張れとかで、なんかあの本当メイみたいな、姉の娘みたいな。わかるわかるわかる。Yunaima Kaori says, of course she loves her as a wrestler, like she's incredible, a genius, but she said.As a person too, she loves Mei. Even when Mei goes to like other companies and does like shows where they say that she's doing a tournament or something, she searches Mei's name and searches the hashtag of the company like Mei-chan is going to, other company. And she just like, ah, so cute and stuff. Like, she really adores her. Like, almost like just check wherever she goes. Like, that's the level. Mei-chan, 私メイちゃんとシングルマッチチョコプロ次で71なんだけど、まだ1回も組んでないの。で、そうなんですね。メイちゃんとの最後の試合シングルで私ぎっくり腰になってロングロスペシャル上げたらぎっくり腰になっちゃって、それがトラウマっていうのもあるんだけど、メイちゃんと今試合したら負けるっていう気持ちがあって、わかります。わかる。メイちゃんと試合するときにこんなにキャリアの差があって、負けたくない、負けたくないけど、でも負けちゃうかもしれないから、なんとかそれだけはって。本当に、はい、その負けた時に立ち直れない気がして、スリーカウント取られた時に、あ、もちろんタッグとかでスリーカウント取られてるんだけど、シングルで負けたら。So she says, the, like, if we have, the next Choco Pro is Choco Pro Live 71, and we still didn't have a Mei Suruga versus Ami Sakura match. And there was reason being, of course, the last time they had a singles match, Ami Sakura did the Romero special and couldn't move after that because she had like chronic back pain. But she says, it's like she feels like she will lose. And not just lose, it lose in a way that like she couldn't get back up after having so much career on top of Mei Suruga. She says, the loss would be very devastating in a singles match. Of course, she had lost to her in tag matches, but she just can't have that loss. It feels like she will lose in more than one way if she wrestles with her. And Yunaima Kaori feels the same way. But actually, I realized that I don't think anything will come to Mei-chan. I think she's winning the weight and career. And she's winning the weight and career. And she's winning the weight and career.いつどうになるかわからないっていう。ごめん、ヨネちゃん、私も全く同じように考えてて、メイちゃんに勝てるところがどこもないって思って。They think like they don't win from Mei in any category at all. So the only thing they have is they are heavier and they have more career. That's the two things. Both of them are saying the same thing. They are like, they just can't win over her in any category at all. It would be a very devastating loss if they do end up losing.逆にメイちゃんを、あ、普通の新人だと思える人はすごいっていうか。On the other hand, the people who think Mei is normal like a rookie, which in career-wise she is, but the last time anybody had thought like that is very different. Nobody really thinks of her as a rookie. メイちゃんの凄さにみんな気づくと思う。今、長くプロレスをやってる人たちは。で、なんか経験則でプロレスするじゃん。この人はこういう技持ってるから、こうでこう切り返そうとか。じゃないものが出てきたりとか、あと、まあ、スタミナがあるとかはさ、当然キャリアも違うからしょうがないんだけど、新しいものが来た時にそれに負けてしまうかもしれない怖さみたいな、やっぱり長く続けてるとあるよね。なんかどんなに新人選手が来ても、あ、その上に教わった私たちが経験してきた道を歩んでる子たちと思う人と、やばい、どっから来たんだろうっていう、はいはいはい、宇宙人的な感じがあります。いや、ある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 。They say she's like an alien. Like, if you can imagine where somebody thinks of, like, how, where did it come out of, they can kind of do something about it. But Mei comes from a place that they can't imagine. They can't go to that plane where her, with the stuff she does comes out of. And that's like, it's almost like an alien thing to them. And they really can't do anything about it.
And that's what's scary about Meisuru. そんなどんなすごい子でも、はい、そのなんだろう。But no matter how good somebody is. まあ才能があって、試合ができるだけだったら、if it's just that, that they can wrestle. なんか別にそれだけはそれだけなんだけど、if that's that, that's that. 難しいのが努力するし。But what's tough is like she works hard.だよね、And she is very sincere about it too. 人が見てなくてもサボらないから。Even if nobody is looking at it, she does her best. It's like she talented, genius, and top of it works incredibly hard, more than most people. なんか自分はごまかせるならいくらでも、いや今日休もうとか、大丈夫とかと思うこともあるんだけど。On the other hand, Sakura slacks off all the time. みえちゃんは見てなくてもサボらないっていうか、見てなくても自分のためにやってるし。この中に目標がない気がする。その今チョコプロでやってるんだけど、チョコプロから出て外に行くとかそういうことではなくって、自分がどんどんワクワクするためにどんどん自分で道を見つけていける子なのかなっていう感じがしちゃって怖いの。でもなんか、うん、バトンムーブチョコプロにいるからそういう考えになったんですよね、きっと。どうなんだろうね。これはなんか別の女子プロレス団体で、まあ、いろんな縛りがあったり結構厳しかったりだと、なんかそういう自由な考えを出せないところがあるかもしれないですね。She says the freedom and the free and the free spirit of and the just this go to places that nowhere ever been to. That mindset of May sort of might have also come from that she is in Choco Pro, which is such a free form of wrestling. If she was in other companies and other places, maybe the hard style and the hard, like the fold that has already been made in those places might have contained Meisuru in a way that she couldn't have been able to evolve in that sense. なんか自由、自由、なんか縛り、結構そのダメな、やっちゃいけないことももちろんすごい多いんだけど、なんか自由な風に見られる。Rob,、はい、I'm gonna ask them right now. なんか自分の個性をみんな出してますよね。ルルさんでも、チエさんでも、ヤユリさんとか。In Choco Pro, everybody has their own personality and they are unique about themselves and they are putting themselves forward. Everybody, their own things they are putting themselves for. Instead of just like mingling into a mold that has been made of wrestlers and everybody looks the same. In Choco Pro, everybody has their own things and they justThey're putting their own self forward, and it feels like very free in that sense. That's why such a variety exists in Choco Pro, says Yonema Kaori. で、一個質問が来ました。ロブが、だと、アキはベストプロのマーティ・ジェネティですかって聞いてる。マーティ・ジェネティ知ってますか？なんか、チームにスターになる人と、なんか、一緒に頑張ってる人がいるんじゃないですか？支える人？うん。で、支える人じゃなくて、なんか、チームでそうかったけど、この人がスターになる、この人が、うん、なんかみんな知ってるけど、やっぱり、なんかショーン・マイケルズとマーティ・ジェネティとか、なんかシングルでも頑張れる人と、タッグ、うん、シングルで頑張るというか、なんていうかな、一人でもやっていける人、うん、なんか、ショーン・マイケルズとマーティ・ジェネティが一緒になって、ショーン・マイケルズはショーン・マイケルズだったじゃないですか、マーティ・ジェネティは、具体的に知ってる人だけが知ってる、まあ、抜けちゃったというか、じゃあ、ベストプロのマーティ・ジェネティはアッキーですかって聞いてる、ロープが。そんな泣きそうな顔して言われてもね。どうなるか、私は質問出てきたんですが、聞いても。いや、それは分からない、私たちはどうなるのか。She says, research says, they don't know what will happen to Aki. They don't know if he's the Marty Jannetty of Best Bros. 光と影の影じゃなくて、光と影がセットなんじゃなくて、両方光でも全然いけると思うんだけど、その一人でも輝ける人っているからっていうことだよね、多分。でも、アッキーは、メイちゃんと組んですごいいいと思うんですけど、先っぽと組んでもすごいいいし、自分も組んでた時すごい良かったし、なんかすごいです。だからなんか誰と組んでも、メイちゃんも誰と組んでもいいし、アッキーも誰と組んでもいいし、誰と組んでもいい2人が組んじゃったから大変なことになっちゃった感じですね。あ、なるほどね。Yonema Kaori says, Aki is someone who like, me and Yonema Kaori has actually tagged a lot. The first, Gogo Green Korea Open Cup we did together. And we went to actually finals against Yakin Thunders. So she says, Yonema Kaori says, Aki is actually really great with Curly Crazies, with Saki. We have been really great together when we tagged. We have been really great. Like whoever Aki tagged with, it really gets really well. Like
like really can push and does a great things with any team. And May is, in the other hand, same way. May have had tag teams with Yama Kavri, with Ami Sakura, Chie, and a lot of other players as well. And so the both of them can really tag with anybody and have like great things. Those two have ended up tagging together, and that's how it became quite difficult to take them down as best bros. The two who can really tag with anybody ended up tagging together, says Yama Kavri. なんかそうなんだよね。なんかアッキーはヨネちゃんと組んだ時に、これね、今ちょっとヨネちゃんが席外してるから言うと、私負けたんだっけ？私たちが負けたと思う。本当？かも。私たち勝った。いや、ゴーグリーンカップは私たち負けた。本当？何か最後に。アッキーとヨネちゃんのインド像っていう技があって、あったんです。で、ヨネちゃんがアッキーに、ヨネ像乗ってボンって行くんだけど、受けたの。受けたんです。もう本当に像に踏まれたって感じだったの。もう、私もペレが、自分でペレやるんじゃないですか、でトップロープにペレやったことないんですけど、この試合トップロープにペレやった。いや、それヨネちゃんにやれって言われたの。いや、なんかいいタイミングだったから。いや、それ今インド像の話、インド像覚えてる？はい。There's a tag team between me and Yama Kavri. Very, it's basically it's a weird. It's called Indo Zo, which is pretty hard move a tag team. And Amisaka remembers it being very painful. そのメイちゃんに対しては分かったんだけど、アッキーに対してはどんな印象？あ、アッキーはなんか自分人見知りなのもあるんですけどあのなんか最初は割と遠くから見てて、あ、なんかすごい飛ぶインドの人だなっていう感じだったんですけど、その組んだ時になんかすごい頭良くて、すごいプロレスのこといっぱい考えてて、なんかいろんなアイディア、自分の知らないようなこととかも考えてて、あ、この人すごいな、なんか引き出しがすごい多くて、なんか、いや、まあ、メイちゃんと似てるんですかね、なんか自分の知らない新しいものをいっぱい知っててワクワクするなっていう感じでした。It is weird, by the way, to translate myself. 自分で翻訳するの？これ本当に恥ずかしいです。I'm going to translate that myself. It's pretty embarrassing. But she says, when like, you know, Kaori is really hard. It's like she's in,She gets shy very easily, so said like in the beginning she really didn't talk much or like really pay attention. She says the first impression she had was like, I am like athletic, somebody athletic from India who can really jump. That was basically like in the beginning her thought of me. And she says like, but when she really tagged with me, she says she remembers me being like more proactive and really thinking about pro wrestling a lot and bringing up a lot of ideas and stuff. So she said that part might be very close to Mei-chan, as in like thinking of new things thatYonema Kavri hasn't really thought of in that sense. Like a new way of looking at things is really great, and she says that part is like pretty interesting. なんか私たちはタッグ組んでるけど、はい、特に連携とかそのコンビネーションとかがないっていうのが自分の中ではちょっとあ、ヨネちゃんと組むけど、組むのはいいんだけど今日何しようかなっていうのが浮かんでこない時があって、はい、でその中で連射式ムーンサルトっていうのだけは、はい、絶対もうそのこの技すごい大事にしよう、私オリジナル技って全然持ってないんだけど、連射式ムーンサルトだけは多分世界でやってる人一人もいないよね。なんか初めてのオリジナルがその連射式ムーンサルトだったから、すごい大事にしたいっていうのがあって、でもチョコプロだとできないので、そのチョコプロでできる連携をあの2人ベストブロワー持ってるのかなと思って、それだけが悔しい。私たちなんかちょっと一緒に練習もしてないじゃん。 She says, they are reset, says Ami Sakura. They don't have tag moves. They, the only, their own original tag move they have, and they're really proud of, Ami Sakura says, because they, have, they do the back, like, one after another moonsault, like back-to-back moonsaults. And that is like really beautiful. Nobody else does that. And they are really, she's really proud of that. But Bash Bros have a lot of team moves and can really do a lot of things inIchiga Chocolate Square. They can do that moonsault in Ichiga, and that's very frustrating to her. Sakura-san's Choco Pro Ichiga での連携
でやりたいのはあの古くて新しいダブルのダイビングヘッドバット。ああ、の昔の全女の地方巡業とかでもよく見る。見る、はい、あれ今やったら新しいですよね。古くて新しいかなと思って。確かにあの本当に全ての後楽園ホール大会で全ての全女の選手のダイビングヘッドやってたよね。はいはい、はい。She says, Yonemakami says the tag move she wants to do with Ami Sakura is it's old and that's why it's new because nobody does it right now is a double diving headbutt. Nobody does that anymore for years and years, for decades. ちょっとアッキーが聞いてるからさ、もうなんか。Yes, and I'm hearing it right now. 大丈夫、大丈夫、大丈夫。はい、はい、すいません。Yes, ロブから質問です。あれにからくりもないもん。What do they admire most about the Best Bros? Best Bros には少しだけも憧れるところがあるんですか、二人に。質問。いや、あのロブ羨ましいことしかないよ。アッキーに対してもメイちゃんに対しても本当に。She says all they have in for us about us all they think about is envy to me and to メイスル。最近はそのアッキーが肩怪我したけど、ヨネちゃんだってもう18、20歳の時の体とは違うでしょう。He says, even if I just had two injuries, like she is very different from Yonemakaru is very different from when she was 18. やりたくても一瞬遅いとか一瞬躊躇するとか、明日のために今日やらないとかいっぱいあるから。Even if they do it, they're 1 second late, or they have to do it tomorrow, so they take rest today. Like their bodies can't really keep up with them. 自分毎試合最後になるかもしれないと思って試合してます今。So Yonemakaburi says, every match she has these days, she thinks this might be her last, and that's the feeling she goes around with. 泣いちゃうから。And Ami Sakura is already crying because she heard that. ちょっと、ヨネちゃんトークをどうぞ。Ami Sakura got emotional and is heading off. Yonemakaburi is left alone. Yonemakaburi time! はい、これは、はい、チョコプロで誰か一人になっちゃうと、なんか、ヨネちゃんタイムとみたいになっちゃう。あ、本当ですか。何喋ればいいですか。コメント読んでみんなとさんと話せば大丈夫です。はい。なんかさくらさんってすごい頭が良くて、はい、鋭いツッコミをするじゃないですか。すごいですよ。今日はすごいちょっとドキドキしてたんですけど、あの優しくて良かったです。So because I'm Sakura is so sharp and like such as like all very genius at every sense, in especially thinking about things. So Yonemakaburi was very nervous. It's like maybe if she goes after Yonemakaburi, she won't be able to talk. But she has because she was really nice today. She's I mean Yonemakaburi is very happy. みんな ブイチ さんがヨネタイムって言ってる。あ、本当ですか。じゃあさくらさんのこと話そうかな。Maybe she'll talk about Ami Sakura. はい。さくらさんやっぱり。すごいなって思うところは他の人が思いつかないようなことを思いついて、うん、それを始める行動力もあって、うん、やっぱり頭がいいし Very smart. はい、さくらえみなら何かしてくれるんじゃないかって、ね、お客さんも思ってると思うんですけど私とか関係者もやっぱり期待しちゃってて、うん、So like Ami Sakura is in great is like she has a genius level of thinking in as in likeShe would come up with stuff and plans and things to do that nobody else would like even imagine to do so. And she would do, she has the talent and the hard work to do so as well. Like if somebody, if something is bleak, everybody, like even I think audience members think, end up thinking like, if it's Ami Sakura, she will do something. Like even wrestlers or the people who know her ends up thinking like, she's going to do so. I think Choco Pro was one of those things as well.なんか私あのコミュ障で人付き合いが得意じゃないんですけど、うん、あのさくらさんとたまに市ヶ谷に遊びに来てプロレス界の雑談とかするのが楽しみですね。 Yeah, so she says, Yonemakaburi is not really great at like mingling with people, but she says, every now and then she comes to Ichigaya Chocolate Square. いやこれちょっと語弊がある、語弊が。 Both of them just smack talk about, they reallyeverything frustrating they have, they really talk bad about the wrestling world right now and let go of their frustration. ヨネちゃん来てくれたの初めてじゃない。え、全然さ、プロレスの話できるの私じゃないよね。私じゃないっていうか、あんまり話さないよね。いや、たまに、たまに、たまにたまに思うだけでしょ。実際会ってないもん。会ったことあります、何回か。
今までの何年かで何回か。Every now and then, whenever she had to talk, she got shows up here to talk with Emi Sakura. なんだろうね、こうお互いの性格なのかな、なんか、はい、どこで会って待ち合わせをしてとかっていうのが。うん、あでもなんか、ね、自分はこの距離感が多分付き合いやすいというか、あの、はい、すいません、こうもう全然、いやいや、はい。だからあのベストプロみたいに毎日一緒にいるわけじゃないんだけど、一緒にいるときは本当に楽しみたいし。本当に何だろう、もし私が一人でずっとプロレスをやっていたら、一人でっていうのは、うん、あの孤独っていう意味じゃなくて、自分の実力だけでプロレスをやってたらどんな風になってるんだろうっていうのを、うん、本当にやっぱヨネちゃんに重ねてる。So as if Emi Sakura has done wrestling by herself, like as a singles wrestler and just worked her best, I think she would have had become, mostly she would have been exactly like Yone Makari right now.And she thinks like, not like best bros who are just hanging out all day, every day together. They have a very different kind of friendship, as in like, they meet every now and then, but whenever they meet, it's like natural for them. でも本当にこの試合が最後かもしれないって、もう本当に、本当に毎回考えるから。あ、思います、さくらさん。でも毎回思ってる。あの、ちょっと。I'm gonna ask in a bit, Rob, please hold on a second. 自分だけかと思いました。いやもう毎回最後が近い、最後が近いわけじゃないけど、最後になるか分からないと思って、いつから思うようになったんだろう。一個質問がしてます。ジョネちゃんに質問です。さくらさん以外に自分が一番好きに相手は誰ですか、女子に。いっぱいいますね。いるのか、いるのか。ユネマカオリ has a lot of them。 なんか何個かやっぱり団体に出てると、mm-hmm. like, if you're wrestling a lot of companies, you get like a different type of feel for everybody. その団体ではやっぱりこの人とか、so like, in every company she has one person that she really loves to wrestle. 最近すごい思うのは、市ヶ谷はそういう中でも居心地がいいってすごい思っちゃう。Even in all of these, she says wrestling in Ichigaya is just like even specifically good, even in that group. なんかアシャさんって時を超えてなんかライバルみたいな人がずっといるじゃん。なんか今ちゃんもそんな感じ、なんかずっと誰かといる、その世代を超えてみたいに足を踏み入れつつあるというか、そういう感じがすごくする。でも体をめちゃめちゃ張ってるっていうやっぱり感じだからな。ベストブローと対戦するリセットは明日。あ、明日ですね。明日よ、明日 It's tomorrow. It's in... もう12時間ないですか。ない12時間です。12時間ぐらい。ぴったり12時間です。あと半日後。In 12 hours, we will be wrestling together. Against each other. あの、ワクワクとドキドキですね。なんか、絶対負けたくないんだけど。はい。その恐怖。Excited and nervous is reset. ちょっと昨日質問コーナーを募集したので、はい、あ、ちょっと結構来てるな。They're gonna do the questions now that she asked in Twitter, and she and 結構パッパパッパ答えていこう。はい。たくさんもらって。We're gonna go through the questions and then we will be finishing the live quest. We already answered it. One asked, how did Emi convince Kaori to wrestle in Thailand? どうやってヨネマカオリをタイにプロレスするように何か考えてもらったんですか？これも答えしてます。試合で勝った。Yes. She won in a match and just brought her one. Second.Have a match in Star Academy. レジェンド感がない。常に最前線。Who is the best? Who is the first thing you're going to do after you win? Also, who is your favorite? Talking about. ドッグの質問です。勝った場合は一番最初に何をやりたいんですか。で、次は一番好きな話なんかトーキングドッグ誰ですか。で、これはドッグからの質問です。ベストブローに勝ったら、さくらさんにも答えです。オッケー、やりたいタッグの人いるから、もしヨネちゃんが継続的に上がってくれる機会がそんなにないかもしれないから、リセットって対戦するのすごい大事にしたくって、ベストブローはもちろんいいタッグなんだけど、例えばヨネちゃんとチエちゃんも対戦してもらえた、もう結構いっぱい当たりたいタッグ。She says they have a lot of teams they want to face together. As she wants, also wants Yonema Kaori to face a lot of things here as well. So if our schedule opens up, they want to do a lot of things. 東京失恋学園とやりたい。あとは誰だろう。あのチエちゃんとメイちゃんとやったっけ？チエちゃんとメイちゃんともやりたい。
あやりました、こんなに。やったの？あれ、リセットでやったんだ、あれ。やばいね。やばい。失礼すぎる。ブローとやることになったんです。あ、そうなんだ。もうやってるんだ。いや、私はなんか知恵とメイが一押しというか、あのタッグすごい好きだから、もうやったんだ。恥ずかしい。記憶障害だ。Watch something. あ、なんか、プロスを終わるまでに何かがこれだけはやりたいってことありますか？引退するまでに、まあまあ、プロレスをやりながらこの先に何をやりたいか、うん、なんか最後に、あ、じゃあもうやめますというの前には何かこれぐらいやっぱりやりたいなとか何かがものありますか？まあ、自分は今野望とか特になくて、うん、もう今ともう数ヶ月先しか考えられなくて、うん、She says, all she wants to do is like, she thinks about right now and the, just the 1 week after. That's all she's trying to focus on right now. And if it's fun, then that would be good. でも本当にこれは思うんだけど、こう昔は見出しになるようなことを言おう言おう、なんか記憶に残るような言葉を言わなきゃって思ってたんだけど、本当に今一個一個が大事だから、本当にそういう気持ちになる私も。だって、ヨネちゃんの場合は、スケジュール決まってるじゃん。私たち12月の5日、12月の9日以降スケジュール出してないし決まってないのよ。うん、っていうことは9で終わりかもしれないって考えると、ヨネちゃんが12月のスケジュールを全部出してるだけでももうすげーってなる。次の質問。Why does Sakura san not want a single with Mei Suruga? She has already answered that. Thank you very much, Mike. どうして Sakura さんが Mei ちゃんとのシングルがやりたくない？負けたくないから。Because she doesn't want to. Yes. Do you have...言い切るのがかっこいいです。すごいです。なかなかできないです。米山かおりさん。はい。タイに、This is from Jefferson。タイに試合する前には、タイのことが何か知ってたんですか？いえ、何も。She knew nothing about Thailand before Ami Sakura brought her there. So, thank you very much. 自分のお互いに一番好きなところ何ですか？Asks Rob. Rob DW. あ、私がその何回も言ってるんだけど、米ちゃんに対して思ってることは、最前線で戦って体を張ってることへの素晴らしさをすごい感じていて、でも私にはできないと思うんだけど、like、もしやってたらどんな自分だったんだろうっていうのをいつもヨネちゃんに考えてる。She always ends up thinking, if I was someone who's working her best as a singles wrestler, what I would have done, and she really admires Yonema Kaori for doing that. なんかちょっと質問のあれとずれてるかもしれないんですけど、やっぱりさくらさんはなんかだらしなさを装いつつやっぱりレスラーとして超一流超すごいみたいな。Yes, as a wrestler, she says she is something that she can just admire, who's like at a different level. あとなんかいっぱいお菓子食べながらおしゃべりできるのが楽しいですね。うん、はい。And of course, she loves talking to her while drinking a tea. 15キロ痩せて10キロリバウンドしたの。体に良くないよね。なんでだらしなさを装ってないよね、はい、もうこれはどうバレちゃうんだもん、だってここに出るとさ、顔の大きさとかで、はい、はい、どうぞ次の質問、はい、Let's imagine、yes. なんか操縦してみましょう、うん、リセットの最後の試合だった場合は相手は誰が欲しいですか？うん、私はその東京失恋学園、これ最後に、なんか最後のリセットの試合だった時には最後のリセットの試合、うん、あのリセットがこれはリセットの最後の試合ですってなった場合は、なんかこれでしょう、なんかなんと言うんですか、これハイポタリカル、うん、なくても何か来るかもしれないですけど、掃除をするだけということ、うん、こうなった場合は誰が最後に、でも考えたくないけど、リセットが最後に試合をするとしたらそれはベストブローじゃない。 She says she doesn't want to think about it, but if they are having a last match as a team reset, it will not be best bros who they would choose to wrestle. リセットで本当に組む機会がそんなにないし、私なんでやっぱ少ないかっていうと、ヨネちゃんと他の人のチームが見てみたい、ヨネチエも見たいし、ヨネメイも見たいし、ヨネアキも見たいから、でヨネちゃんの参戦できる機会がそんなにね10回20回あるわけじゃないとなると、うん、リセットじゃないチームも見たいっていう気持ちがすごく強いんだけど、うん、からすごくやっぱりこのタッグを組むときはすごい大事なんだけど、今回負けちゃうと最後になる気がするから絶対明日負けたくない、うん。で、whoever, who Captain Alex asks, do you fear me? メイちゃん怖いですか？次にこれに答えがもう出てます、うん、チャットに。みんなメイちゃんが怖いって、この写真が出てきます。Just everybody having fun. So,
あ、一番好きなコスチュームありますか、米山かおりさん。で聞いてる says、クラレンス・ウィリアム。一番好きなコスチューム、うん、結構前なんですけど、オレンジのコスチューム。ヨナマカビ says it's quite before, but her orange costume is what she loved the most. ヨナちゃん先に言っとくんだけど、はい、私紫のコスチュームやっぱり着れなくて、今回はすいません。お揃いのコスチューム着れないし。ナメヌコさんだけの質問が日本語で残ってます。ナメヌコさん、リセットは一体何なんでしょうか。過去の栄光じゃなく2020年の今でもすごいんですか。今タッグチャンピオンです。あ、そうだよ。防衛してないけど、こんなに防衛しないってありなのかな。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、9ヶ月防衛してない、キンコンカンコンもいいですが、米山さんの本当の牙が明日の試合で見たいんですが、いかがですか。あれが本当の牙なんだけど、コリン asks、 いやこれ本当そうだよね。米山かおりさん、コリン・マティュー asks、 他の団体に米山かおりさんがいろいろやってるのは私たちがなんとなく分かってますけど、これは全部米山かおりさんの考え方でしょうか。はい。Yes, says 米山かおり。And then 桃彦さん、どうぞ。もしリセット最後の試合が対戦相手を選べるなら、メイリホが理想かな。なるほど。いや、最後負けて終わりたくない。They don't want to lose and go out. Reset does not want to lose and go out. でもそのベルトがある限り返上するつもりは今ないので。As long as they have the tag team titles, they have no intentions of leaving the team. Reset. いや明日、ごめん、本当にでもコスチューム着れなかった時点で負けてんのかな。いえいえいえ、紫で色が一緒なので。そうだよね。あの紫のデザイン違いで。はい。Yes.There's some, if I have to say something, 私がここでなんかもう翻訳してたから、ここで最後に一回言ったところは、さくらさんがこの試合のためにめっちゃ頑張って、なんかこのリボンしたところも戻してさせて、リセットのコスチューム着て、私は絶対勝つぞとか、これぐらいの気配った場合は、ベストブローが負けたかもしれないんですけど、今の状態は、ベストブローの負けは私は全然想像できません。うん、というのあと思うのは、久しぶりにベストブローが組むのよ。だからすごい楽しくって、はいはい、絶対あれもやりたい、これもやりたい、これも挑戦してみようってなるはずだけど、それをやれるだけ その余裕が2人のキャリアでは足りない気がするから、あのベストブローを自滅するところもすごいあると思 う。あの技を切り返されるとかじゃなくって、やりたいがゆえに印象に残らないみたいな、いっぱいやってみた結果印象に残らず、リセットの安定感が印象に残る気がしております。So she says, as in Best Bro, because Best Bro is tagging in such a long time, she thinks because they will try to do a lot of things, and because they will try to do a lot of things, they will mess up a lot, and they will have no impression left on the audience members, and because of that, Reset will have a bigger impression. I just said to Ami Sakura in Japanese, why did she came back after Strong? I said, because I was translating the whole way, I would like to say,As in, like, if Ami Sakura had really gone after us and really trained hard, like she did in the last match she had big with Yunamon or something, if she has taken all the rebounds she has been on, if she has taken that back and got into the actual Reset costume and really have worked hard for this match, I would have been nervous. But because Ami Sakura is really just like taking it easy for this match, I really can't see the Best Bros losing. In return, she says, we will not be able to leave an impression.でもなんかさ、米山さんのひょうひょうとした表情が崩れるのは明日かしい。だからひょうひょうとした顔が米ちゃんの顔。こういう顔なんです。やばい。ああ、面白い。面白い。いや、最後10分なんで、皆さんからのコメント、アッキーからリセットに質問したいことあったら。A question from me. Okay. どうぞ。We have five, ten?10 minutes and we will be out. 5 minutes maybe, because 5 minutes of... Yes. So we have 5 more minutes of actual broadcast and then we will be able to finish it. A question from Aki would be... コスチューム着れないって言ってるのにチョコ食べるかい。さくらさんにも、まあ、私たちも昨日言ってたんですけど、なんか私たちの中では佐藤さんにメインチームを考えるとリセットがあるし、ヤキンタンダーズもある。でヤキンタンダーズに来るエミサクラとリセットに来るエミサクラがもう本当に別人みたいぐらい違くて、でこれの中では
これはジュリアン・マッカーブリーという選手が引っ張り出してくるエミサクラがいるかと、いや桜さんがここで会って自分の行きにそんな風に行くか、どっちですか？あのその毎回、まあ、最後かもしれないじゃないけど本当に負けるかもしれないっていう、その負けるが3カウント取られるとかギブアップしちゃうとかじゃなくて、超えられてしまうかもしれないっていう怖さで試合をしてる中、うん、あのやっぱりメイちゃんと試合するのが怖いって言ったじゃん、うん、でそのメイちゃんと対戦してるヨネちゃんがやっぱすごいのよ。メイちゃんもすごい、メイちゃんだけ見てるとメイちゃんすごいんだけど、メイちゃんとヨネちゃんを一緒に見た時、えやっぱヨネちゃんすごいって思うことがすごく多くって、うん、その自分のキャリアをヨネちゃんを見てると信じることができるっていうのがすごくあるんだけど、ごめん質問なんだっけ？大丈夫です、どうぞ。なんだっけ、あ、その信じられるところがあって、ヨネちゃんにすごく私勇気をもらってる、うん、なんか私がやってき、私もできるよみたいな、ヨネちゃん見てると思う。あ、ごめん、ちょっと質問が分かんなくなっちゃった。質問から。 So, my question was basically, there's two main teams if you really think about Amisakura.、うん、there's Yakin Thunders and there's Reset. And the Amisakura that shows up for both teams is very different. It's almost like a different player who shows up. So, when she shows up for Reset, is it Yonema Kaori who brings that Amisakura out? Or is it Amisakura who goes in that sense when she tags with Yonema Kaori? And she says, when she sees Yonema Kaori, even if, like, let's just say she's scared of facing Mei in her own sense, but she sees, when she sees Mei versus Yonema Kaori, she always thinks Yonema Kaori is incredible. And seeing that incredibleness, she starts believing that she can do it too, and gets a lot of, she really gets courage when she sees Yonema Kaori, and when she's with Yonema Kaori, she feels like she can do a lot more and a lot of other things. That's why we see such a challenging Amisakura in the reset. That was me. 質問何だった？昨日。リセットと百均サンダーズのやってる時に来る Amisakura は本当に選手に対して別人ぐらいの違さがあるから、うん、これには米山かぶりという選手がこの引っ張り出してくる Amisakura ですか、 Amisakura が自分の意気で米山カウリと組んでるから私はそんな風に行くっていうのが、ヨネちゃんを見ててやっぱり自分自身が湧いてきて私もやんなきゃと思えるのがやっぱヨネちゃんとのタッグかな。 Yes, so she, when she sees Yonema Kaori, that incredibleness, she wants to follow it and wants to go challenge herself in that sense as well, and that is how we see the Yonema Kaori, the Amisakura we see in Reset. 高梨さんと組むときはいつか殺してやると思って試合してるかな。 Yes, so when she tags with, that's a very different emotion she has when she tags with Masada Takanashi.Yes, that is from me. If there's some last comment from both of you, and then we will end the broadcast. 最後にってことあればどうぞで配信を終わりにします。いや、強敵は強敵だよね。いや、強敵すぎますね。自分、まあ、リセットをタクチャンピオンで。すごい自分もやりがいあって楽しいチームですけど、やっぱチョコプロの中の代表的なチームがベストブローかなっていうのはあるので、まあそれは多分2人は言われたらすごい嬉しいよね、うん、何ヶ月ぶり、4ヶ月ぶりかなんかに組むんだよね私たち、もっとです、あ、もっとギリギリ5ヶ月ぶりに組むんだ。でも自分たちもそうだよね。いや、さっきこの間違う、この間組むまでの間、このチームから負けないんですよ、私たち皆さん絶対。ベルト取ってから、そう、ベルト取ってから、はい、この間半年以上組んでなかったから、はい、うん、でもやってたんですよ、なんかモンツルト、モンツルトやった、そうですよ、じゃあモンツルトやるまで、でも昨日の晩御飯も思い出せないのですいません。 We are not losing to this team. This team cannot remember anythingThey just tag against Mei and Chie, and they kind of forget about it. Amisakura specifically. But see, they say like, Yonema Kaori says, if you really think about, if you have to think of a representative from Chocopro, it would be Best Bros, and that is a bit of like a nervous factor when they really want to cross that as a challenge as well. 明日って何曜日？土曜日。Saturday. NXT は明日ウォーゲームスって聞いてるよ。ああ、これは月曜日の朝。月曜日の朝。いやー、米山さんと組むタッグの方はどの方もいい表情されてると感じます。不安がないんだよね、米ちゃんと組んでると。
こうなんかヨネちゃんがなんか緊張、ヨネちゃんが緊張しちゃってるどうしようとか、ヨネちゃんがなんか動けなくなったらどうしようとか、そういう不安がなくて、はい試合に集中っていうのができる気がする。はい、じゃあヨネちゃん最後に一言、生きてる間にチョコレート食べる。はい、あちょうどあともう12時間後、半日後ですね。In about 12 hours, we will be live with with Choco Pro Live 71. はい、なんか自分最近までチョコプロそんな出てたりしなかったんですけど、この間出た時やっぱりすごい楽しくて、さくらさんとのリセットも緊張感あるんですけど、まあさくらさん自分より先輩ですけど、やっぱりさくらさんの頑張りとかって、その同世代の活躍とか頑張りってすごい自分も励みになって。組むときに、あ、さくらさんがこんなにこうだから自分ももっと頑張んなきゃって励まされちゃって、なんかリセット組むことによって自分のモチベーションも上がって、うん、あ、もうちょっとコンディション整えて試合に向かおうとかいろいろ思うので、うん、Yes, Yonemakaori says, it's like, even though I'm Sakura is a senior, but she feels like from the same generation, even though they have such a long career when they tag together,Because they both do their best. Both of them gets like a lot of courage from doing each other, tagging with each other, and like, okay, I have to do my best as well. I have to be in peak condition to make sure that I can really, wouldn't let Ami Sakura, like behind in any sense, or the same in the other sense as well. And Choco Pro is really, really fun in the recent time when she tagged, when she came here to wrestle. So she's really looking forward to this match tomorrow. なんか久しぶりに話したから、まあちょっとお互いね、なんだっけなんだっけっていうさ、あの話になっちゃったんだけど。でもなんか言いたいことも言えたし、まあ、ごめんね、私がちょっといっぱい話す方なので、ヨネちゃんのお話をちょっと潰してしまったところもあるんですけども、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。明日の10時から放送なんですけれども、今募集しているのがチョコブーケ、チョコフラワーという、なんだろう、応援スポンサー、1番でスポンサーを募集しておりますので、ぜひ皆さんお送りください。どうぞよろしくお願いします。これのなんか GTMV というところも GTMV.booth の方でやってます。あの後で Twitter の方にリンク貼っておくんで、それぜひ踏んでください。 Yes, everyone, thank you very, very much. We will be online at exactly in 12 hours from here. This is a one match only show, so you will please be on time, and thank you very, very much. We are also selling out bouquets and flowers as a way of supporting us on our merch siteor gtmv.booth.pm gtmv.booth.pm, so please do check them out as well. Thank you very, very much. We will be seeing you in exactly 12 hours. Thank you very much. やばい、あの本当にいつもあそこのブーケさんの数で、わ、この試合の注目度みたいに思うので、ぜひよろしくお願いします。はい、それでは紹介していきます。 Yes, we will これやばい、これでどうやって戦うんだ。はい、ヨネちゃん一緒に、はい、ちょっと待ってください、はい、これも持ってるってください。あ、これ持ってったらヨネちゃん一緒にならないじゃん。一瞬アッキーが持って、私たち二人で写りたい。じゃあそっち風に、もうじゃあヨネちゃんがこちらお願いします。はい、じゃあ行きます。3 2 1。あ、すごいお尻映った。はい、それではヨネちゃんと一緒に紹介していきましょう。フェンシュラーミスチュワート、ありがとうございます。ザイオンマッケー、ありがとうございます。そしてアルフィー・フィッシャー、ヨーヨー・リミン、ありがとうございます。サンダーフォース・セブンさん、ありがとうございます。ちょっと私も映っちゃおう。映ってる？持ってあき映りたいんだ。モーヘー、ありがとうございます。ナベヌコさん、たくさんスーパーチャットありがとう。そしてシュリケンボーイ、マット、あ、アレクサンダー、オブコフ、エミリー、ハローエミリー、ありがとう。あ、ヒロシさんってわかる？あの背が高い人、はい、ヒロシさん。そしていっぱい質問ありがとう、ドック、イエス、ドックは私がどんなに苦境に落とされても、はい、結構私が悪いことしても、はい、絶対私の味方になるんです。すごい、覚えてください。センキュードック。そしてホーヘイ、ありがとうございます。ペンギンガー、ありがとうございます。フレディプリモ、ソリ
有限会社トラキックメディア事業部ゆかなさん、ありがとうございます。そして今日たくさんコメントいただきましたバカネル東京さん、ありがとうございます。そしてゆだの応援団トロピカルプラネットさん、ありがとうございます。京都から見ていただいてます動くアルプスの翔太さん、ありがとうございます。スウェーデンだっけ、スウェーデンから、スコットランド、スコットランド、ソーリーコーリンマシュー、ありがとう。そして最後にスケロクさん、ありがとうございました。すごいよね、スコットランドとさ国をめっちゃ間違えてるんだもんね。大阪兵庫の話じゃないもんね。はい、ということでチョコを食べるのはもう最後にします。何個食べたかな、1、2、3、4、5はい、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。明日のチョコプロでもお待ちしております。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。じゃあいつものやついきますね。シート、イエーイ、イエーイイエーイ。ちょっと待って、絶対覚えてないよねチョコプロの最後の決めゼリフ絶対覚えてないよね。シートっていうのが、はい、どういう意味だっけ、見てるかい、見てるかい、イエーイ、リビットが一緒に体感したかい、イエーイ、でビアチョコプロ、はい、いきます。シートイエーイリビットイエーイ、ビアチョコプロ、Thank you very much, everyone. Tomorrow, 10 a.m. Japan time, in 12 hours. Please be here. Thank you very much. We'll see you then. Bye-bye. 12 hours? 12 hours? Bye-bye.